私に行きたいところがあるんだ。先輩の部屋。いい？出たよ。ついにリセチーまで連れ込んじまうのか。もちもちしているな。ああ、ついに国民的アイドルを連れ込んでしまった、実質に。期待というリセを連れてきた。犬がこんなボロい部屋で。なんか引いてんのか？私は今、失礼先輩のお部屋に来ています。実況しないでくれ、うちの部屋を。高校生の男の子の部屋にしては、まあ、綺麗に片付いてる方。高校生の男の子の部屋に入るのは初めてかな。見られて困るものは何もない様子です。確かエロ本とかなさそうだな、こいつの部屋。さて、果たして問題のものはどこに隠されているのか。ご本人に聞いてみましょう。ズバリ隠し場所は？なんか、陽介もそんなこと言ってたな。何の話？見たいのか？期待してるものはない。見たいのか？一緒に見ようか？リセチ。見たら見たで戸惑っちゃうみたいなね。見たくないです。ごめんなさい。なんかやたら素直だな。違うの？そんなこと知りたいわけじゃ。間が持たないからつい。もう先輩やっぱり意地悪だ。いいから一緒に座ろうぜ。布団敷くか。ね、先輩、春になったら帰っちゃうんだよね。急に真面目な話。私決めたことがあるんだ。ごめん、飛ばしちゃった。私、春から芸能界に復帰しようと思う。ついに決めたか。そんな気はしていたよ、でも。リセチーも私だって。そう思えたらもっと楽しく仕事ができそうって思ったの。タレントの一年のブランクがどれだけ重いかは分かってる。そこまあ一年か。けどそれでももう一度、一からやり直して頑張りたいの。リセチーならいけるだろうな。手紙くれたファンの女の子覚えてる？それからマネージャーだった井上さん。それに家族みんな先輩。それから自分自身のために。リセの目は輝いている。いいぞ。先輩これ。これで俺もアイドルの彼氏だって自慢できるな。ありがとうな。なんだね。サイン入り写真いいね。やっとなんか実用的なものもらったな。今までなんか、これ何に使うんだよみたいなやつばっかだったけど、重いわみたいなもらってたけど、これはちゃんと自慢できるし飾れるし、いいものいただいたね。サイン入り写真かね。これは記念になるね。学校でみんなで撮ったやつだよ。私すごい素の顔してるでしょ。素の顔してる写真か。まあそれはそれでありか。でもその上から思いっきりリセチのサインしたの。なるほどね。作り笑顔じゃないリセチ。今の笑顔は作り笑顔じゃないんだな。先輩、私もう間違いないよ。本当じゃない自分なんてそんなの実はいないもん。だから自分以外に変わりたいなんてそんな風に逃げたりしない。私の中にはいろんな私がある。それを変えるんじゃなくて、そういう自分のことをちゃんと人に伝えられるようになりたい。なるほどな。ちょっと芸風が変わるかもな、今後リセチーは。そんな私に変わっていけたらいいな。まあ、素のリセチーも可愛いから別に変わんねえか。可愛いという軸はぶれないからいいのか。ん？あ、そうだそうだ。これ一周目じゃ見てないからな。リセチーはマックスなってないからな、確か。なったっけ？なったか？なったわ。なったなった。なんだっけ？あ、なったわ、これ。足そんなセクシーだったっけ？完全音。なった気がする。相性サーチ。税関的な弱点を教えてくれるようになった。あ、これなったわ。バーチャルボーイつけてるな。今のって私の力が変わったってこと？私ちょっとは強くなれたんだ。先輩がずっと一緒にいてくれたからだね。一番遅いんだけどね、伊勢地。あの、メインの女の子、あ、ナオトがまだいるか。あとナオトしか残ってないんだよ、メインの女の子たちは。伊勢地すまんな。どうしても後回しになってしまったんだ。あのね、先輩。これからも先輩が見ててくれたら、私もっと頑張れる。見る見る。っていうか、その、先輩といると何してても嬉しいっていうか。何する、リセチ。あ、もうドラマの現場とかじゃ100回くらい告ったことあるのに、告ってくれんのか。本番全然ダメじゃん。キスシーンとかしたことあんのかな、リセチ。俺と練習するか。リセは真っ赤な顔で言葉を詰まらせている。言わせるのか、この男。これからもきっと先輩が見ててくれたら私頑張れると思う。仕切り直すのね、セリフを。だって
その先輩は私の特別な人だから。言えるじゃないか。リセの一途な愛情が伝わってくる。固い絆感じてるな。どうしよう、これでリセッチが私恋人がいますつってテレビで公表しちゃったら俺の彼女たちにバレちまうじゃん。二股以上が5、6股ぐらいしてるのバレちまうじゃん全員に。リセッチ、リセッチ黙っといてな。テレビで公表しないといいな。イシュタル、よし、ようやくリセッチも恋人か。どんな時だって私は私、今ならちゃんと言える。先輩が見つけてくれたんだもん、私のそういう強さ。私、先輩の見つけてくれた私を好きになるよ。だって私を見つけてくれた先輩のこと好きなんだもんなんでここにセリフがねえんだよ。ボイスが、ボイスをくれ、そこに。なんかエロいな。これなんでここにボイスがないんだよ。大好きって俺に読ませるなよ。クギューの声入れてくれよ、ここに。先輩、私を見ててね。もう二度と私が間違いないよ。ちゃんと見てて。これ全部ボイスつけてくれや、クギューの。いい加減しろよ。しかし、抱きつき方がなんかエロい。今までこういうことなかったから。くそ、みんな初めてかよ。何人の初めて奪ってるんだ。長いな、このシーン。ドラマだとここで OK 出るんだけど、そっか。これ以上はないか、リセチ。本番やるか。この後ってどうしたらいいのかな。布団敷くか、リセチ。とりあえず。長い間、リセと一緒に過ごした。やっちまったな、国民的アイドルを。傷をつけてしまった。家まで送った。はあ、もうほんと罪悪感しかないわ。5股6股は。最後、ナオトか。ナオトな。ナオトにはちょっとまっすぐ育ってほしいんだよな。俺の家に連れ込むべきなのか、悩ましいよ、非常に。罪悪感しかないよ。お、珍しいね。街中じゃん。商店街。ここも霧に覆われている。ナオトがいたという情報をもとに怪盗 X の捜索をすることになった。ほうほうほう。ここ数日商店街付近を怪しい男がうろついているという情報が入っています。地元の人間ではなく観光客とも買い物客とも明らかに風体の異なる男だったようです。怪しいな、それは。そんなやついたのか。四六商店の店主に確認したところ、数時間ほど前にもその男を見かけたそうです。以前に例のカードを買った男と明らかに同じ人物だったと。そういえば俺もなんかカードを受け取ったの、四六商店の前とかだった気がするわ、ナオト。そいつや。怪しい。だとすればこの辺りで次の隠し場所を物色している可能性もあります。なるほどね。先回りして隠し場所に、で捕まえちゃおうってことか。うまくすれば現場を抑えられるかもしれません。そんなことしていいのか。怪盗 X の謎を楽しみにしてるんじゃないのか、ナオト。謎を解こうぜ、一緒に。嬉しい。危ないことはするな。少し寂しい。少し寂しいよな。謎を解きたいんだよ、俺は。あなたもですか。先回りするのは卑怯だよ。子供の頃に憧れていた探偵、今そんな気分です。苦笑いを浮かべている。僕の推理が正しければ、怪盗 X が盗んだものは残りあと2つです。だとすれば、あ、七つ道具じゃないのか。だとすれば今回はあれを隠すつもりのはず。彼はもしかしたら、何を隠すんだれ、ナオト。でも大体見当はついてるのか。絶対おじいちゃんか、その執事の人だよな。誰だっけ名前。絶対身内だよな、ナオトの。ともかくこの辺りで人目につかないよう物を隠す場所。心当たりがあります。行きましょう、先輩。この辺にあるか、隠せるな場所って。あ、神社ね。いやいや、キラキラすぎるだろう、ちょっと。気になるわ。俺が改装した神社じゃねえかよ、金ピカに。ここも霧に覆われている。怪しい奴いるな。そう、こいつだよ。俺にカードを渡してきたのは。白髪じゃん。あなたは？やはり知り合いか。お、男はナイフを取り出した。え？やべえやつじゃん。ナオトをかばう。あ、ちなみにこれ恋人フラグらしいですね。かばわないといけない。アスティルさん。いや、大丈夫です。あのナイフ、おもちゃですから。あ、なるほどね。そういう七つ道具のやつだ。いや、本物のナイフだったらどうすんだよ。男はナイフを捨てて走り去った。
このナイフやっぱり僕が作った七つ道具です。いやちょっと気が散るな、後ろの金色が気が散るよ。これはナイフ型発電機、さっき言った通り歯はおもちゃです。ナイフ型発電機すごいな、どんどん進歩してるな。ナオト、そんなのも作れ上島竜兵か。でもだからってあんなこと、もしあれが本物だったらどうするんですか。あんなムーブあったんだな、上島ムーブ。あなたはいつもそうだ。僕は男の人に守ってもらうだけの女になるなんて考えられないんです。いや男とか女とか関係ないだろ別に、守ることに関しては。なのにどうしてあなたはいつも。ナオトは震えている。抱きしめた方がいいんじゃないか、震えてるんだったら。じゃあ来た、自分には他に特別な関係になった異性がいるはずだ。どうしようか、いいのかこんな神の前で。どうして好きだから。あ、ないいのか神様の前で、また二股以上の関係を増やしてしまって。戸惑ってるな。目を見開いているよ。ちょっと待ってください。僕今大変なことを言われた気が。一人称が僕の子に告ってしまったよ。いけないことをしてる感じがすごいな。二股以上っていうのはあるけど、この男の子に告ってるといけない感じがすごいな。まんざらでもないようだな。そんなことを言われたら顔見れないじゃないですか。見てくれ、ナオトから今までとは少し違う好意が伝わってくる。ナオトと仲が深まった気がした。どうなんだいナオト、返事してくれ。8か。いや連れ込んじまうな、次あたりで連れ込んじまうな。これはナオトに思いを伝えた。だがまだナオトから返事を聞いていない。神の見舞いで僕帰ります。あ、怪盗 X のことはもう心配しなくても大丈夫なので。やっぱり知り合いだったのか、まあ、白髪だったし、やっぱね、おじい様か執事でしょ、どっちかでしょ。さよなら。ういやつよのナオト。走り去るナオトを見送り一人で家に帰った。青春しやがって。ん、会わせたい人がいるんですか。お父様、おじい様、もう親に報告か。はい。平静を装ってるけど本当に大丈夫か。嬉しそうだ。答えを聞かせてもらおう、ナオト。怪しい人物だな。以前会った黒服の男が待っていた。ここを切りに追われている。白金家の秘書、ああやっぱ薬師寺な。薬師寺だったか、やはり。その説は大変失礼いたしました。すいません、僕からも本当にすいませんでした。まあ楽しませてくれたよな薬師寺。知らなかったとはいえ、こんなことにあなたを巻き込んでしまって。いやでも、あ、おじい様が仕組んだのか。お芝居だったんです。本当に楽しませようとしてくれたってこと。大旦那様は高近年の直人様のご様子に大変お心を痛めておられました。心を許せる恥もなく、仕事に没頭されるばかりの直人様。大旦那様は直人様に昔のようなお心を取り戻していただきたかったのです。なるほどね、それで昔のアイテムをちょいちょい出してきたってことか。白金も性別もなく、ただ探偵というものに憧れておられた頃の思いを。なるほどな、いいやつじゃないか。そうか、今は逆に性別にとらわれすぎてるってことか。アスツリミサキ様を信頼できる方と見込んで、この件にお引き込みしたのは私の一存です。秘書薬師寺、どうぞお許しください。お目が高いな。おほほ、敬礼。これさっき薬師寺さんにもらったんです。最後の挑戦状らしいですよ。もう一問解けってかい。カードにはこう書かれている。でも一個前の発電型ナイフはさ、もうヒントなしで解いちゃったわけじゃん。大丈夫か。あなたの好きな言葉であなたの苦手なことをしてきました。ただし中ではなく、そこの裏側にあります。え、むずいな。どういうことだ。僕の好きな場所、高いところ好きじゃなかったっけ。高いところがいいらしい。
高いところ。高台か。高台好きなやつ多いな。覚えててくれたんですか。嬉しそうだね。この街で高い場所といえば高台やな。きっと高台です。次は苦手なことですね。これはまあいろいろありますけど、料理だ。運動に違いない。物を捨てること。もう全部苦手そうだぞ。物を捨てることが正解だし。そっか、確かに七つ道具。そうです、はい、僕言いましたっけ、七つ道具大事にしまってたんでしょ。恥ずかしそうに笑っている。高台にあるものといえば、おそらく答えはゴミ箱でしょう。中身の検討はついています。ゴミ箱に仕掛けるなよ。回収されたらどうするんだ。行ってみましょう先輩。ゴミ箱の裏ってことか。こういうゴミ箱バッチリからやだな。高台、ここも霧に覆われている。ゴミ箱の底の裏側に何かが貼り付けてあったような。こんなもの、存在そのものを忘れてましたよ。七つ道具の最後の一つ、探偵手帳です。お、恥ずかしいこと書いてありそうだな。読ませてくれ。今の僕が忘れかけているものがここには全部詰まってる。おじい様はきっとそう言いたかったんだと思います。こんな子供じみたゲーム本当に勝手ですよ。今更こんなことを思い出させるなんて、僕は必死で侮られないように見下されないようにって頑張ってきたんだ。だからこそでしょう。困惑している直人を落ち着かせた。困惑してるのか。まだ受け入れてたわけじゃないんだな、おじい様の策略を。この町の殺人事件を解決すれば今度こそ認められるって。代々探偵として活躍してきた白金家の第5代目としてちゃんと認められるって、すごいよな。世襲で探偵してきてるっていうのは家業なんだな。そう思い込んでたんです。僕はただ認めてもらいたかった。僕を必要として欲しかったんです。だから焦っていつも背伸びして解決することだけにこだわってた。でも僕が探偵になりたいと思ったのは、そこに謎があってそこに困っている人がいるから。ただそれだけだったのを思い出しました。じっちゃんの名にかけてとかじゃなかったんだな、直人。アシレさん覚えてますか。僕はテレビの中で一度自分と向き合った。そうだね。いていい意味が欲しいと叫ぶ自分を僕は受け入れたはずだった。あの子供みたいな直人な。でも僕のいていい意味は事件を解決することだけじゃない。皆さんやあなたが僕に居場所をくれたんだ。それで別に解決できなくてもいいよ。僕にいていい意味をくれた。直人は涙ぐみながら笑おうとして、ええ子や。大人でなきゃ、男でなきゃ、そう思い込むことで自分から逃げてた。僕が本当にしなきゃいけないのは、何かを変えることでも成し遂げることでもなく、自分を好きになることなのかもしれない。まあ、どうしよう、ここから急激に女の子になっちゃったら。それはそれでちょっとがっかりなんですけど。僕は自分をやっと受け入れることができそうな気がします。自分が女だってことにも。まあ、どうしよう、明日からフリフリの服着てきたらどうしよう。あの時憧れていた探偵に気持ちでもまだ慣れていないってことに。僕は女で探偵で、そしてあなたや皆さんと一緒に真実を追い求めるものです。かっこいいじゃん、直人の強い意志が伝わってくる。深まった気がした。そうか、まあ、結果おじいさんの策略がこうそうしたわけだな。よかったな。で、探偵手帳は見せてくれないのか。直人は一層戦いの決意を固め、食いしばりね。直人一回も使ってねえけどな。あなたといると自分がとても怖くなります。自分の本当を認めてしまった途端に何かが全部溢れてしまいそうで。溢れちゃうのか、直人は。でも僕は言わなきゃいけませんね、本当の気持ちを。あなたのことが好きだって。なんでここにボイスがねえんだよ。なぜ肝心なところにボイスをつけない。アトラス許さねえ。あの、とにかくそういうことみたいです。なんでここに俺がアテレコしないといけねえんだよ。もう後戻りはできない。な特別な関係になってしまった。許せ、おじい様。もう恥ずかしくて死にそうだ。全部ボイスつけてくれ。オッ
告白イベントに関しては長い間ナオトと一緒に過ごした。ここでここでか。え、ナオトは連れ込みなしか、もしかして。いや、まさかな。例外なんてないだろう。次で自宅来るか。は、はい。何か覚悟を決めたような顔だな。あ、その前言ったな。普通に言おうって決めてたのに。あなたに渡したいものがあるので、その、二人になれるところに。おはは、そうだな、この街で二人になれるところって言ったら俺ん家しかないよな。やはりな。ほいほい、ついてきちゃうんだもんな、みんないい子だから。ナオトは興味深そうにあたりを見回している。プラモトが好きな音。なるほど。ここで毎日寝起きしてるわけですね。電気ぐらいつけたらどうだね。どうも、アスリさんの趣味とは違うものが散見される。そうか。仮住まいだからかな。テレビの位置からすると、真夜中テレビを見るのは、分析するな、俺を。そんなに興味ある？座ったら、落ち着かないんだけど。座りたまえ。私の横に。あ、はい。で、そこにですか？でも。いや、それは近すぎて。でも、ここしかないんだ、椅子は。ナオトは顔をあからめている。あ、それよりすみません。急に押しかけることになっちゃって。今日はあなたに渡したいものがあったので。え、七つ道具のどれかな？探偵手帳かな？僕が、作ったんです。最近作ったってこと？これ、受け取ってください。もう、わざわざ？探偵バッジ。おお、俺も仲間入りできるってこと？お揃いってこと？こんな工作久しぶりにしましたよ。いいね、お手製の探偵バッジか。実家に戻ってからならカメラと通信機能くらいはつけられたんですが、すげえなお前。ガチの探偵バッジじゃん。あ、でも光るんです。僕のもお揃いで作っちゃいました。光るの好きだね。だいたいライトをつけるよね。くだらないとか子供っぽいって笑わないでくださいね。いずれは隠しカメラを仕込んでもらっていいですか。僕はいつしか探偵が重荷になってた。探偵の僕にしか興味が意味がないと思ったから。でもあなたが男でも大人でもない僕にいる意味を与えてくれた。アスデさん、僕はあなたといて探偵でよかったなって思ったし、そのじらすね。もう僕が僕っていうのおかしいですか。いやー、これまあ僕の方がいいんだけどな。僕の方がいいんだけど、私がいいにするとクリスマスに私がいいを選ぶとクリスマスにナオトが女子制服を着てくるらしいんだよな。一応私にしとくか。クリスマス誰と過ごすかまだ決めてないけど、一応選択肢を増やしておこう。もしナオトにクリスマス会うんだとしたら女子制服を見たい。私がいい。そっか。でも俺の本当の気持ちは僕の方がいいからな、ナオト。私。あ、似合わねえ、僕の方がいい。私。あ、でもそれもいいな。恥じらいながらの私。やっぱり恥ずかしい。ちょっと声色変わっただろ、今。私っていう時。こんな言葉を使うなんて思ってもみなかった。でも、変われるんですね。今の自分なら少しは好きになりそうです。全然僕っ子で今までの口調でいいんだよ、ナオト。変わらないでくれ。ナオトは優しく笑っている。ん？ナオトが目覚めるのはまさに初めて。こんな小さかったっけ？何になるんだろう。でかい！ナオトのペルソナが新たな姿に生まれ変わった。なんだこれ？ビラビラしてるな。ヤマトタケル？マジで？白い。かっこよさげだったけど、ちょっと見えづらかったな、白黒で。僕の中にこんな可能性があったんですね。ヤマトタケルちょっと使ってみたいな。僕はずっと見るべきものを見ていなかった。お、僕に戻ってるじゃん。いいけど。僕を思ってくれる人たちと僕自身をです。探偵の子供の女の、そういう僕である前に一人の、僕はただの僕です。あなたと会えてよかった。ナオトから一生懸命な愛情が伝ってくる。ういやつよの。固い絆を感じた。いや、よかった。ナオトマックスいけた。
これは一周目じゃしんどいね、ナオトのマックスは。運命の隠しペルソナ。乗るんか意外だな。でも作ってみたいね。ヤマトタケル使いてえな。でもレベル全然上がってないからな。運命を司る三神乗る。三姉妹か。近いですね。その高ぶってるね。なんていうか、この気持ちの謎はとっくに解けてるんですけど謎を解いてくれ。あなたが好きなんです。ここボイスつけてくれたか。よかったよかった。いいじゃないか。長い間ナオトと一緒に過ごした。あれ、俺ナオトと抱き合ったっけ。あ、ちょっと前に抱き合ったか。え、部屋の中で抱き合ってないじゃん。ちゃんとその辺やらないと。暗くなってきたのでナオトを家まで送った。あー、全員やっちまったよ。俺これからどういう顔をして一緒にダンジョンに向かえばいい。どんな顔をしてラスボスと戦えばいいんだ。この間ごめんなさいね、怪我してなかった。結構吹っ飛ばされたぞ。そんなに泡じゃない。そうね、男の子なんだもんね。エロい。ゆうたも気にしてたね。ごめんなさい。素直じゃないか。気にするな。結構素直でしょ。そうだね、素直になったね。すごく素敵だった。だいぶずーっとニコニコじゃん。よかったな。あのお母さんって言われた後ずっとグラフィックこれじゃない？顔グラフィック。あの時ゆうたがお母さんって呼んでくれて嬉しかったんだ。ずっとニコニコじゃんか。あの子問題児とかダメなことが言われてて私もそう思っちゃった。自分の目で見てなかった。確かにな、学校の先生すらそんな扱いだったからな。でも人のために怒ったりちゃんと謝ったり。そうだね、いい子だよ。本当はとても優しい子。ようやく気づいたか、親バカだね。そうかも、親って楽しいのね。楽しみ始めてる親を。私ね、レッテル貼ってたんだわ。血がつながってない子、前妻の子、言うことを聞かない子、先生に嫌われる子、何重ものレッテルを貼って、だから仕方ないって言い聞かせてた。目も曇ってた。見ようともしてなかった。向き合うのが怖かったのかな。気づくの遅いよな。まあ無理もないけどな、これからだ。大変だよ。そうだね。嬉しそうに笑っている。その笑顔は今までになく晴れやかだ。よかったね。いい話じゃないか。正統派。正統派だったね、ほっこり系。なるほど、まあ、ゆうたがいい子でよかったよ。ゆうた、帰ろ。幸せになってくれ。それじゃ先生、今日もありがとう。まあ、男遠藤な。じゃあ、また。期待してたんだけどな。俺がゆうたのお父さんになる遠藤を想像してたんだけど、綺麗に終わってしまったよ。あ、まさか卒業するんじゃないだろうな。うちの子ありがとうございました。また寂しくなるよ。あのね、今日最後。俺もうここ来ない。そんなあっけらかんと言われると寂しいよ。俺もゆうたがね、言ったの。お母さんと俺には時間が必要だねって。急に聡明な子になったな、ゆうた。笑っちゃうわね。ほんとその通りよ、その通りよ。ゆうた明るくなったな。親子には少しずつなっていこうって話したんだ。でね、そのためにはもっと一緒にいようと思う。ゆうた、まっすぐ育ってくれたらいいけどな。だから学童に預けるのは今日で終わり。ゆうたの学校が終わったら家で一緒に過ごすわ。それがいい。それは寂しい。俺を置いていくな。そう言われるとちょっと決心揺らぐな。俺も放課後一緒にいさせてくれ。
結果的には会えなくなるけど、でも先生のおかげ。そうか、もう一緒に遊べねえのか。渡したいの。何ですか？クローバーのしおり。そういえばクローバー好きだったね。昔見つけてしおりにした四つ葉のクローバー。私は幸せももらっちゃったから先生にあげる。先生もいい人見つけて。いい人ね。今5、6人ぐらいいますけど。恋人ってことじゃなくて守りたい人っていうか。なるほど、大事な一人を一人に絞れと。遠回しに警告を受けてるのかもしれない。この人のためにやってやるみたいな。なるほどな。テレビとかスピリチュアルとか、あの頃の自分バカみたいな。自分だけが満足しようとして。耳が痛いな。大事にすべき人を大事にしないで満足なんてできるわけなかった。怖かったのね、ずっと。でも一人の時間に逃げたりしない。うんね。だから今日が卒業式だね。そうか、寂しくなるなね。仲良しになったな、親子。ありがとうございました。よかったよ。ありがとうございました。二人は嬉しそうに笑っている。だいぶ支えになったな。その辺のスピリチュアルすごいんじゃないか、これ。マックスか。よし、正統派だったな。まさかこんなすっきり終わるとは。そうですか。節制の力、ビシヌか。節制ビシヌなんだ。なるほどな。じゃあ帰ろうか。手つなぐ。めちゃくちゃ仲良くなったな。競争。照れてるじゃん、ユウタ。ユウタ、手加減してよね。じゃあ行くね。代わりに俺と手つなごうぜ。狭い町だから会うこともあるよね。そっか、町を出ていくわけじゃないのか。今まで町を出ていく人が多すぎたからあれだけど、まあその辺で会うだろう、どうせ。その時はもっといいお母さんになってるから驚いてね。さよなら先生。ありがとう。まさか高校生に人生を救われることになるとはな、エリさん。人格者すぎるな。エリとユウタは仲良く家に帰っていった。寂しいな。こんなに恋人がいるのになんで俺は寂しいんだ。濁ってるな。あのね、あんたってすごい変人だよね。愛ちゃんに言われたくないな。変人なのは認めるけど、私みたいなのにずっと付き合ってさ。私結構可愛い方だと思うんだけど付き合わないとかってさ。なのに優しいしさ。この辺は見たか。そんなの仕方ないじゃん。一周目だと受け入れなかったんだけどね。好きになるじゃん。好きになっちまったか。どうやら告白されたようだ。斬新だな、告白が。だが自分には他に特別な関係になった異性がいるはずだ。どうしようか。受け入れよう。来なさい。本当？え、私でいいの？嬉しい。オッケーとか本当思っても見なかったから。ごめんな、6番目7番目ぐらいだけどいいか。もう後戻りはできない。特別な関係になった。前にね、付き合おうかって言ったらよく考えろって言ってたでしょ。言いましたね。あれ、遠回しの気絶かなって。だからダメなんだろうなって。あのタイミングじゃダメだったんだよ。でも言いたかったの。私救われたんだもん。だってあんただけが。噂とか人が言うこと全然気にしないで、私のことまっすぐ見てくれた。いや、高く買いすぎだって、それは。愛ちゃん、ありがとう。最初から俺は下心満々の目で見てたよ、愛ちゃんを。祈りを伝える天使サンダルフォン。うん、もうここでやっちゃうか、愛ちゃん。もっといいでしょ。もっといいですよ。あ、どうすんの。好きだよ。ちゃんと正式に言い直してくれるじゃん。愛と二人きりで長い時間を過ごした。屋上でな、視界も悪いしな。あ、でも自宅行かないんだ。
例外もあるんだな。自宅に連れ込まないパターンもあるんだね。明日はクリスマスイブだ。来てしまったか。メールが届いている。明日のイブよかったら一緒に過ごしませんか。ユッキーは一周目で見ちゃったからな。ユッキー以外にしたいんだが、その二人きりでどうかな。ごめんなユッキー。断る。ユキコの誘いは断った。まだメールがある。やばいぞこいつ。明日時間ないかな。クリスマスだから。どう?かわいいじゃないか。知恵からのメール。知恵ちゃんもありなんだけどな。いや今回せっかくナオトをね、ちょっと女の子の服を着せるような選択肢選んだからな。ナオトにしてみるか。知恵ちゃんも見てえな。でも捨てがたいな。ナオトにしよう。心苦しいわこのメール連打。先輩明日はリスのために開けておいて。先輩と一緒にいたい。エロいな。いかいか、リセと過ごすを選んでしまいそうになってしまう。リセの誘い断った。罪な男よ。明日僕にあなたの時間をいただけませんか。硬いね、誘い方が。返事待ってますから。ここ行っとくか。まあ、不思議とあやねちゃんはあんまり気にならないな。あと誰がいるっけ。あと、愛ちゃん。愛ちゃん、あやねちゃんぐらいか。不思議とあんまその二人気にならねえな。まあ、愛ちゃんあたりは気になるかもしれん。ナオトで。明日はナオトと過ごすことにした。ナオトの女の子の服が見たい。でも一回裸見てるしな。温泉で。24日か。ここなんでセーブできないんだろうな。ゴールデンだったらセーブできるのかな。正座している。ナオトと二人きりのクリスマスパーティーだ。勘ぐられるよな。絶対なんかみんなでパーティーしようぜみたいな。熊とか陽介あたりが行ってきそうなのに。二人でいいのか。あ、寒いですね。この部屋寒そうだしな、確かに。あ、この家今誰もいねえんだからさ、下でこたつ入ればいいのにな、二人で。使い放題だとこの家。すいません、あなたと二人だと思うと。いや、俺の部屋の方がやっぱ俺の匂いがしていいんだろうな、ナオトは。ナオトはもじもじしている。何を考えているのかね。ケーキすごいですね。子供の頃に戻ったみたいです。僕からも渡したいものがあるんです。あ、これ俺が買ってきたケーキなんだ。取りに帰ってたので遅くなってすみません。なんだろう、また探偵道具かな。手作り腕時計。きたきた。おもちゃの時計を改造したんです。昨日は時間が分かること、それからその僕の居場所が分かることです。ナオトの居場所が分かっちゃうの。どういうこと。 GPS 付き。おもちゃなので半径何メートルにいるかが分かるだけですけど、それなくても分かるじゃん。半径何メートルにいるかどうかは腕時計なくても分かるじゃん。 ちなみに僕の時計にも同じ機能が。なんか怖いんですけど、勝手に GPS 機能とか搭載して本当は何キロ先まで分かりますみたいな、やってそう。監視されてそう。あなたの居場所が分かるんです。主人公遠くに行っちゃうからっつって、日本の範囲ぐらいだったら探査できるんじゃないか、この腕時計で。そうか。いや、俺正直こっちの意見を思い浮かんでしまったね。嬉しいけど。ストーカーですか。違います。で、何の意味があるんだ。違わないのかな。僕あなたのことばかり考えてるし。少しでもそばにいたいと思ってる。なんか時計の機能でどういう風に表示されるんだろうな。音が鳴るとかだったらうるさすぎるよな。ずっと音鳴っちゃうじゃんな。ナオトと楽しいクリスマスの時間を過ごした。待ち合わせとかしてる時にこうビビって見て、あ、来た来たみたいな。でもなんか後ろから誰だができないじゃん、これがあったら。腕時計があったら誰だができねえぞ。ナオト、いいのか。分かっちゃうぞすぐに。そのあなたに最初に見てもらいたいものがあって。僕の何を見せてくれるんだ。あ、私の無理して頑張ってるじゃん。学校の制服なんですけど。そうだな、そういえば男の男子学生服だもんな。もしや女子の服に。なぜこのタイミング。俺が着てほしいって言ったから持ってきてくれたのか。
私の方がいいって言うから、そっか、来てほしいとまで言ってないな。見た目はこっちの方がタイプなんだけどな、ただ気になるんだよ、興味がある。ナオト、もう少し女の子らしくしようかと。制服か、なんかもうちょっと個性出してほしいな。でも私服持ってないだろうしな、スカートとか。それに本来は校則違反してるから。あ、違反なんだ。なんか私服でも OK みたいな感じなのかと思ってたわ。着替えてきます。あ、じゃあ男子と偽って入学してたのかな。校則違反をただ貫い、まあでも番長も前バーン開けてるし、みんな校則違反してるから別にいいのか。ちえちゃんもなんかジャージ着てるし、ジャージはあれ学校指定のジャージだっけ。そうか、校則違反してるの俺だけか。なんだそのポーズは。薬師寺さんが用意してくれて、薬師寺。あ、もう普通に女の子だな。逆にあんま面白くない、帽子かぶってほしいな。逆に背徳感がいいんだよ、ナオト。女の子に寄せすぎるな、中間であれ、ナオト。靴下とか これでいいのかな。スカート短すぎますよね。そうか、普通にハイソックスとかなかなか履かんだろうしな、ズボン履いてたら。スカートはいい感じだ、可愛いよ。元の方が似合うね。いや正直元の方が似合うな。いや可愛いよって言ってあげるのが男なんだろう、こういうところでは。いや、やめてください。元の方がいいの方が良かったのかな。すぐにそうやって。いや可愛いのは可愛いな。やっぱり学校には前ので行きます。うん、前の方がなんか背徳感があって俺は好きだな。なんかあの学校女の子可愛い子ばっか多くて、モブもさみんな可愛いから、なんかナオトが目立たないよ、その格好しちゃうと。ナオトの個性が死んでるもん。右のキャラの立ち絵はいいんだけど、左のこのポリゴンのやつはもう死んでるもの。ナオトじゃないもん、モブじゃん。なんか変だから、俺の前でだけやってくれな。じゃあスカートは。でも見せられてよかった。なんですか、ずっとってことですか。ド S だね、まあ、今日はずっとそれでね。アリバイなら作れると思うけど、ずっとこれで過ごしておけってことか。時計には半径1メートル以下と表示されている。あ、そうか、ずっと一緒に横にいたってことね。なんか詩的なエロ表現だねそれは。クリスマスイブの夜は更けていく。そうか、半径何メートルっていう距離が表示されるのか。じゃあもしあれだな、あれの行為に及んだらもうマイナスになるのかな。半径マイナス20センチぐらいいくのかな。いや危ない危ない。これね、明日の準備のためにそろそろ自宅へ戻ろうかで EA を押すと。まあ私は1周目でね、のこのこハイを押してノーマルエンドになったわけですが、新エンディングがあるというわけですね。なぜかジュネスのエレベーターを調べる。もうここには用はないはずだ。自宅に戻ろうか。いいえ。これ気づかなくないか。で、もう一回調べる。まだ何かやり残したことがあるだろうか。まだやり残したことがある。これゲーム中にヒント一切ないよね。どうやって気づくんだよ。はい。あ、進んだ、本当に。いつものフードコート。これ自力で見つけた人いるよね、でもね。めちゃくちゃ調べまくって怪しいっつって。全部調べまくったら来れるのかな。にしても気づきにくいよ。2回エレベーター調べるんだな。みんなと話し合い、推理をした場所だ。こうしていると様々な思い出が蘇ってくる。そうだな。ん？お？お？来たね。気づくわ。いやもうこれ運命だね。うん。はあ、やっぱ来てたんだ。やっぱり。あ、みんな来るもんなんだ。思い出の場所だもんね、特捜本部。あ、じゃああっさり家に帰った俺が白状だっただけなのか。みんなジュネスにやっぱ来るんだ最後に。俺が白状すぎただけか。先輩やっぱいたっすね。わ、俺一周目の時さ、ここに来なかったがゆえに、なんか俺以外の全員がここに集まってたのかな。一周目のノーマルエンドの時、そう考えるとめちゃくちゃ寂しいな。ここに来ればみんなもいる気がして。俺だけその気がしなかったってこと？一周目は。明日駅に見送りに行くってことにはなってましたけど。そうね、見送りの前にね。なんか落ち着かなくて、
ここに来ちゃいました。俺は落ち着いて帰り支度をしていたよ、ナオト。ごめんな。なんか結局揃っちまったし、なんか食うか。お、いいね。ビフテキか。おお、肉食べようか、肉。花村のおごりで。結構長くになるぞ、この人数。肉肉、ほんとうるせえな。ほんとだな。ずっと肉肉言ってるな。おお、肉だ。こんな鉄板あったんだな、ジュネスにも。みんなといろいろな思い出話をした。クマ、こっちの世界に来て本当に楽しかった、クマ。お前は帰るのか、そういえば。お前の場合、存在自体が楽しげだよね。まあ妖精みたいな存在だからな。実際はまあ楽しいばっかじゃなかったけど、でもこんな充実してたこと今までなかった。そうだろうな。長かったのか、それとも短かったのかな。まあリアル時間だとちょうど1年なんだっけ。リアルじゃない、ゲーム時間だと1年、リアル時間だと6年。長い。もうこんな風に集まってうんうんなって推理したりすることもないんだね。そうだな、やっと終わるな、チエちゃん。長かったよ。思い出、誰かに話したいって思ってもありえないことだらけで誰も信じないよね。そういう意味じゃいいよな、この仲間はな。思えばそういうことの一番最初は知恵が真夜中テレビを教えてくれた時かも。これ最初から全部振り返っていく感じかい、ユッキー。俺も里中から聞いた気がするな。そういえば俺も里中から聞いた気がする。里中は噂どこで知ったんだ。おお、そうだ、それなんか怪しいんじゃない。真相に近づくんじゃない。誰っていうか、風の噂、女子は結構試してる子いたし。まあ学校では噂にはなってたよね、一応みんな知ってたよね。なら一等最初に言い出したのって誰なんすかね。確かに、それ知ってるやつ俺か。さあ、偶然体験しちゃった誰かとか。偶然つっても、でも真夜中テレビって最初に死んだ山名アナの時かに偶然見た人ってこと。そんなことあるかね。真夜中テレビな、考えてみればあれが全部の始まりだよな。おお、怪しいね、怪しくなってきたね。ていうか犯人捕まって霧は晴れたけど、気になること何気にいろいろ消えてないよな。そうなんだよ陽介、よく気づいたな。向こう側も未だに霧まみれだしさ。そっか。ふむむ、また誰かわけのわからんやつが悪用するかもしれん、クマ。確かにな、クマがなんか守護天使みたいな感じで封印した方がいいんじゃない、向こうの世界を、向こう側を。確かあの雨のなんとかって怪物言ってたよね。雨のなんとかって結構いっぱいいそうだな。自分が力を授けたって。うん、虚ろの森を渡る力を得とくせし者に私はそれを授けた。やっぱ俺か、俺。要するにペルソナ能力に目覚めた者にテレビに入る力を与えたということでしょう。うん、俺生ため足立だな、役者とするために。うん、与えたやつがいるんだよな。そういや君、何にもないうちからもういきなりテレビに手潜ったんだよね。手潜ってたね、楽しかったねあれ。もう一回やるか。ってことは微妙に例外。てかそうだ、足立と生ためは。あ、そっか、一応ペルソナ使いになったみんなはペルソナ使いになったことでテレビに入れるようになったけど、そもそも我々は最初から入れたわけだな、足立と生ためと俺は。あの二人もペルソナ云々よりテレビに入る力の方が先だよね。なるほどね、そういう設定だったのか。え、じゃあ先輩やあの二人は何か別のきっかけってこと。そんなきっかけあったか。ナナコのスパンキングあたりが怪しいかな、きっかけ。なら先輩、絶対なんか思い当たることあるはずしょ。うん、なんかねんすか。ナナコが涼太郎のケツを叩いた時が怪しい感じ。自分だけ例外、ペルソナの覚醒よりも先にテレビに入る力を授けられた。なんかあったっけ、パート1か。そして足立や生ためも。ん、そういえば朝出かけるときにナナコに渡されたものがあった。なんだ。あ、なんかもらってたっけ。手紙。おいおい、また脅迫状とかじゃねえだろうな。うん、手紙の差出人は足立だ。なんでそんなの、絶対大事じゃん足立からって。気づけ気づけ。こ
落ち書かな確かに何の手紙だとか思ってたけど、いやなんかトラウマを克服できてよかったねみたいな些細なイベントかと思ってたら、足立からの手紙ですか。宛名フライ見てくれ。足立からか抜けてるね君。突然の手紙に驚いてると声は悪人声からちょっと戻ってきたな。伝えておきたいことがあってこれを書いています。お前敬語使えるんだ、成長したな。こうして生き延びたことで分かったこともあるので、うん、僕のゲームは確かに終わった。そうか、こいつも一応コマとして使われただけだからな。あの時君たちに言われた通り、この世界のルールに従おうと思ってる頑張って社会に出て働いてくれ。ただ僕は交流の身で、自分じゃ何も後始末ができない。そうだな。だからせめて君たちが事件について考える助けになれればと思う。ほう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 。実は一つ気になってることがある、うん、そもそものことの発端、真夜中テレビについてだ。もう気づいていたか、足立。よく考えたら僕は警察で噂に触れる前、うん、町へ来てすぐに誰かから教わった気がする。誰かから。生ための調書の隅にも似たようなことが書かれてて、え、気になったのを覚えてる。じゃあ俺は学校でちえちゃんに聞く前に真夜中テレビを聞いてるってことか。でもそれが誰だったか思い出せない。やべ、俺も思い出せねえわ。そんなことある。僕と生ためはどっちも力を得た人間だから、何かあるのかもって、ただなんとなく思った。いや、いなかったろそんなやつ。真夜中テレビ見ましょうみたいな。いや、いたかもしれんけどさすがに覚えてないな。たったこれだけのこと、役に立つかどうかわからないけど、うん、助けになれば嬉しい。 いや確かに思い出すわ。俺が思い出さないとでも迷宮入りだな。思い出せ。足立からの手紙にはそれだけが書かれている。思い出せないとかただ言われたなごめん、俺も思い出せないしか言えないわ。千恵ちゃん役立たずでごめんな。けどなんていうか、気分は俺は分かるな、なんとなく、うん、なんかこううまく言えないんだけどさ、うん、間をつないでるものっていうか、なんかあと一歩見えてないような気がすんだ。なるほどね。あの世界、真夜中テレビ、テレビに入る力、どうも全部が別々って感じるんだよ。だってそうだろ、噂が広まって連続殺人が起きて追いかける俺らが現れてとかさ、まあ、向こうの世界では確かに関係ないっちゃ関係ないのか。一つ一つがただあるってだけじゃ、普通そんなうまく組み合わさらないだろう。まあ確かに、指揮者みたいのがいないとさ。おう、じゃあ足立の書いてた教えてくれた人ってのがその指揮者って流れ。まあそうなるよね。ただ思い出せないんですよ。あ、いやまたピンゴスか。あ、私のは本当思いつきだから。足立が思い出してくれればな。生ためかもしくは。先輩は何か思い当たることはありませんか。俺に頼らないでくれ、自信がないんだ俺は。事件のきっかけとなったテレビに入る力、前中テレビのことは町へ来た数日後、知恵がここでしていた噂話で初めて知った。そうだよね、聞いてないよね。だが足立と生ための場合、この町に来てすぐ誰かから前中テレビのことを聞いたという。思えばこの町についてすぐ自分の身にも何かが起こったような気がする。強制ベルベットインされてイコールと会話したぐらい。その後本当に7個のスパンキングイベントがあったぐらいじゃない。思い当たることが思い出せない。思い出せない。思い当たることが、思い当たることがある強気に行こう。僕たちはこれまで殺人事件を追っていて、それは無事に解決しました。殺人事件はね。でも最後に戦ったあの怪物は僕らを役者だと言った、うん、なら僕らと同じく足立や生ためも役者だったのかもしれません。そういうことだよな。もしかすると連続殺人事件は初めからさらに大きな企みの一部分だったのかも。おいおい、直人もう行け、帰れねえじゃん明日。当事者が誰もそうだと知らなかっただけで、さらなる闇を見つけてしまったな。まさかその企みって両方の世界を霧で満たして人間を全部シャドウにするとかってあれか。うん、まあ、一応それは食い止められたけど、向こう側がまだ確かにな、霧で満たされたまんまなのか。俺らと
犯人たちと、もしかしたらあの怪物も全部含みで見てるやつがいて、そいつが全部がうまく噛み合うように最初にそそのかしたってことか。なるほどね。街に出てみましょう。ほうほうほう、何か見つかるかもしれません。探せということか。もっともそれはあなたにしかわからないものかもしれません。やべ、自信満々で思い当たることがあるとか言っちゃった。何か分かったら連絡を。あ、手分けして探すのか。こんな気分のまま終われねえっての。確かめに行こうぜ。よし。この力のきっかけとは誰によるものだったのか。この町に降り立ってすぐに出会った人物は誰か。涼太郎と七子じゃん。やっぱ怪しいな。七子が俺のケツ叩かなかったからじゃない。だからこの事件が起きたんじゃない。俺も七子にケツしばかれてっつって、よし七子のスパンキングエンド目指して頑張るぞって言ったからこの事件が起きたのかな。堂島と七子両方だよ、両方。じゃあ堂島になるのか。一応先にいるのは七子。後ろに隠れてたしな。とにかく今は会って確かめてみるしかない。あ、涼太郎に会えばいいのか。まあその時の話を聞けばいいわけだしな。どうしよう、涼太郎が裏でいた操ってたら怖すぎるな。あ、いるじゃん。何してんだ涼太郎。こんなとこで七子突き落とそうとしてるんじゃないかな。何やってるの。おう、お美咲か。友達との挨拶はもう済んだのか。それより話があるな。なんだ。急に改まって、この町に初めて着いた日のことを堂島に尋ねてみた。そうだな。どうした。うん、お前が初めて来た日のこと、もう覚えてないかな。3、4年前、4、5年前ぐらいか。そうだな、最初に会った町の人間は俺たちだろうな。そうだよね。立ち寄った場所、あの部屋確か夕方家を出てお前を乗っけてそのまま家に戻っただけだったと思うかな。一回ガソリンスタンド寄ったろ、燃える石油に寄ったろ。お前、ああそういや、あの晩は帰るなり仕事場にトンボ帰りでろくに話もできなかったんだよな。そうだそうだ、それは覚えてるわ。でそのまま次の日に例の殺人事件の最初の仏が上がって、全く本当にいろんなことが目白押しの一年だったな。え、じゃあガソリンスタンドでトイレ借りたのが怪しいこと。ねえお兄ちゃん、初めの日あそこに寄ったよ。奈々子おトイレ行ったもんな。ガソリンスタンド奈々子おトイレ借りた。覚えてる覚えてる。戻ってきたらお兄ちゃん変な店員さんとお話ししてた。アルバイトしないみたいな言ってたよね。ガソリンスタンド変な店員、君アルバイトしてみないかみたいな言ってたな。お兄ちゃんと初めて会った日だし、店員さん変だったから覚えてる。店員さん変だったか。え、普通の会話したことしか覚えてねえわ。そいつか。うん、そういえそうだったか。ガソリン満タンにして帰ったっけな。うん、あ、思い出したぞ。お前確かに店員に話しかけられてたな。それは覚えてんだよ俺も。普段見ない顔の店員だったから記憶に残ってる。じゃあもう俺しか分かんねえのか、その店員が何喋ってたのかって。全然覚えてないわ。アルバイトがヒントなんか。つっても別に変なってほどおかしな格好してたわけじゃないけどな。普通に店員の格好じゃなかった。そういやあの店員あれから見かけないな。え、あそうか。まあガソリンスタンドには行ってないしな。うん、店員さんね、格好が変っていうことじゃなくて何が変だったんだ。あの店員さんと話した後お兄ちゃん具合悪くなった。あそうだっけ。あ、車酔いかみたいな言って、そうだそうだ、なんか車酔いかみたいに言われて、あ俺は酒で酔っ払ってますけどねみたいなことを言った気が、記憶があるわ。具合が悪くなった店員との話。まあどっちでもいいか。店員具合が悪くなった、俺ちょっとよく覚えてないわ、酔っ払ってたから。あのね、あそうそう、その時車酔いってお兄ちゃんに聞いた。で俺は酒で酔っ払ってるんだよみたいな、なんかバカみたいなこと言った気がする。お兄ちゃん平気って言ってたけど、でもあの店員さんなんだかちょっとだけ怖かった。怪しいな、うん、そんなことがあったのか。けどお前思い出話かと思ったらえらく込み入ったことを聞くな。そうだな。こんな晴れの日にな、最初に会ったやつを探してるってどういう意味なんだ。その店員がどうかしたのか、知り合いかなんかか。刑事の癖が出てるって、急に聞きすぎだよ。知り合いじゃない。大したことじゃない。いや、多分大切なことだ。これだろう。そうか。とにかく、明日は帰る日なんだ。あ、そっか、まだ明日か。今日帰る気でいたわ。何をやり残したかは知らんが、早めに帰ってこいよ。もう、りょうたろうも何かを察してくれてるね。そろそろ一雨来そうな雲行きだしな。あ、ここで雨降るのか。わかった。待っていてくれ。けなげ。
あの日最初に立ち寄った場所ガソリンスタンド、何か思い出せるかもしれない。おお、これ奈々子に話しかけられないのか。どいてくれ龍太郎、待っていてくれ。うん、ここ同じなんだ。そう、奈々子がこのちょっと上のポイントに立ってるのがちょっと気になるのに、龍太郎としか話ができない。あ、入れるようになってる。なんかよくわかんないんで調べたらベルベットインしろって書いてありましたね。ラストベルベットインだと思ってたのにな。また会うとはね。ようこそベルベットルーム。お、今日全部喋ってくれんのか。マーガレットとキスした後だからちょっと恥ずかしいな、マーガレットに会うのが。いかがされましたかな。フルボイス。あなたはもはや謎を解き明かし、振りかからんとしていた災難を跳ねのけられた。さては知ってるなこいつ。フルボイスで喋ってくるということは重大なイベントだな。この上私どもに何用でございましょう。いいからはけ早く。最後の挨拶に気になるものがいる。おお、まだ何か釈然とされないことが終わりと。含みのある話からやめてくれ。はて何でございましょうな。意地悪だねイゴール。お前かもしかしてガソリンスタンドの店員。どれ、では一つあなたの感じておられるものが何か見てみるといたしましょうか。こんなに鼻は長くなかったからな。ガソリン入れるホースみたいな頭してんなお前、よく見たら。お、なんだその能力。これは何ですかその能力は。マーガレットもびっくり。俺タロットカードで占ってくれるのかなって思ったら謎の能力使い出したぞ。ほう、驚きましたな。どういうこと。これらはうつろな噂に惑わされず物事の本質を見抜く力の断片でございます。俺の力ってことか。なるほど、やはりあなたが言い出したことには意味があったようですな。ほうほうほう、では私も役割を果たすといたしましょう。お前が最重要人物な気がしてきたよイゴール。最初のきっかけも、そうだよ、俺だってガソリンスタンドの店員に会う前にお前に会ってるもんな。何これ。それは旅路の中であなたが育んだ力の結晶。綺麗じゃん。あらゆる虚飾を払い嘘を打ち消し真実を照らし出す宝珠でございます。へー、おお、くれるんだ。てか俺のか。見晴らしの玉。マップが見えるようになるやつ、ね、それからダークゾーンが見えるようになるやつか。真実とは自分が直に見て考えて自ら選んだところにだけ現れる、うん、あなたの行く先に真実につながる道があると信じることです。そっか、見晴らしの玉最重要アイテムだったんだな、この世界では。他の世界だと結構店で売ってたりするけどね。素晴らしい、うん、いやお前が怪しいね。やっぱり一番最この街に来て一番最初に会った人物イゴールだもんね。どうやらあなたは私どもの予測を超えた旅路の真の終点を見せてくださるようだ。真の終点、真エンディングってことか。お行きなさい、すべての始まりのきっかけの場所へ。おお。でガソリンスタンドに行けってことね。いやもったいぶるね。意外にボリュームあったね。雨降ってんじゃん。いつの間にか雨が降ってきたようだ。傘持ってないよ。お、これレアなんじゃない？傘は持ってない状態で雨の中歩き回るって。ね。まあ、別に、いるんでしょ？どうせ。いるよ！セーブし、まあ、一回いけるだろ。いけいけ。いや、何かよ。久しぶりですね。確かここで最初に。最初？何の話だい？あ、バイトの件ならごめん。それちょっと気になってたわ。あいにくまだ募集再開してなくて。バイト誘っといて、なんだよこの何ヶ月も募集再開してないって怪しいな。他を渡る。生ためを知っているか、足立を知っているか。まあ足立から行くか。ん、ああ例の殺人容疑の容疑者、ああ連続殺人の容疑者のこと。ひどい事件だったよね。お前がやらせたんじゃないのか。でも無事に解決したみたいでよかったよ。あ、終わっちゃうのか。まだ何か。あの二人に会ったか。あの二人もここに立ち寄ったか。まあ、ここでとは限らんしな。あったかが確実かな。なんだよ、おかしなことを聞くね。お、ちょっと、トゲが出てきたぞ、トゲが。この場所だったか忘れたけど、多分あったかもしれないね。やはりな。僕はもう長いことここの街にいるからね。
まあ、生ためも足立もこれうろついてたから、まあ確かに会ってはいるだろうな。でも別に知り合いってわけじゃないよ。俺もお前と知り合いじゃないからな。他に用がないなら帰ってくれないかな。お、ちょっとドスが効いてきたんじゃないか。おやおや、まだ何かあるの君さ、帰ってほしいって言ったこと聞こえなかったのかな。お前お客様やぞ。お前ガソリン入れるかもしれないじゃん。俺があの二人何かしたか。邪魔をしてすまない。これしかないだろう。何か何かね。ふふ。あ、来た、この BGM。 そういえば思い出したよ。二人が街に来てすぐに街のどこかで出会ったはずだ。だからこの街にようこそって挨拶をさせてもらった。うん。でもそれだけさ。いや、まさかそんな。たったそれだけだ。それがどうかしたかい。どうもしない。自分に何をした。気のせいだったようだ。俺にも何かしたってことか。俺にも確かに挨拶をしたな、バイトの誘いと。何よって、自分のことなんだから覚えてるでしょ。覚えてないっつってんだよ。君とはこの場所で初めて会って、彼らと同じようにしただけさ。ほんの少し話して、あとは挨拶しただけだよ。なんか怪しい薬とか注入したんじゃねえのかよ。で、こちらからも質問していいかな。君どうして何度も会いに来るんだよ。一回しか会いに来てませんけど。初めて会った時のこと、何か気になる点でもあるのか。まあ、何者かが一番気になるけど、力のきっかけはお前か。何者かは気になるな。あははは。驚きましたね。ついにここまでたどり着いたというわけですか。そこで、いや、スタンドの店員ですとは言わないんだな。ならばこのくらいにしておきましょう。実のところ君の訪れをこうして待っていたのですからね。足立、生ため、そして君。あの力のきっかけを与えたのはこの私だ。神だったのか、お前は。きっかけによって何かを芽吹かせる素養を秘めた者たち。あ、素養はもともとこの三人はあったんだな。しかしそれにしても、ん？お、出てきたな。この間の戦いだけは物足りなかったということですか？声までついてるし、顔ぐら、明らかに怪しいな、こいつ。なぜ今まで気づかなかった。これ主人公に似てるとかそういうことではないのか。髪型は全然違うな。一瞬フィレモンを疑ってしまったけど、フィレモン的な要素ではないということだな。さすがは私の見込んだ力の持ち主だ。あー、めっちゃ喋るやんお前。どういうことだ。なぜ自分を選んだ。お前何者だ。さっきから俺の質問に全然答えねえんだよな。まあ自分を選んだのは素養があったからなんだろうけど、何者かを早く教えたまえよ。新キャラ。君はもう知っているはずだ。え、だからここへ来たんでしょ。いや、ちょっと知らないっすね。ガソリンスタンドの店員さんに会いに来たんですけどね。君の仲間たちは、うん、私が君に与えたきっかけに導かれて力に目覚め、今ここにいるのです。なるほど、それは分かった。とはいえ、まさかこの私の元にまでやってくるとは。いやー、また気づかなかったけどね、一周目ではね。いやはや、全く予想していませんでした。君は実に面白い。うん。ちょっとセコい手を使ってね、攻略サイトを見るという手段によってたどり着いたからね。それは予想できないだろうな。ん？きっかけのこと覚えていませんか？なんかなんとなく思い出したんだけどな。酒飲んでたからな。君が初めてここへ来た日、うん、私が君の力をほんの少し後押ししたこと。そこ気になるね。こうやってね。え？結構やってるじゃん。やってんじゃん。あ、見せてくれるんだ。優しい。君、高校生？いや、その声はなかったね。その声はなかったな。都会から来ると、なんもなくてびっくりっしょ。そんな感じの声だったんだ。ちょい違和感あるね。このシーン結構見直してるけど。実際退屈すると思うよ。高校の頃つったら、友達ん家行くとか、バイトくらいだから。うん。で、バイトの誘いを受けたんだよな。特に怪しいところはないぞ、今んところ。でさ、うち今、バイト募集してんだ。うん。ここか。ぜひ考えといてよ。学生でも大丈夫だから。ほうほう。お、あ、握手してる。握手怪しいね、確かに。強烈なあ、やられてる。めまいを感じた。握手で？私が歓迎の握手でこの街に迎えたのは、君だけじゃない。
じゃあなんか絶対やってるじゃん、握手して力を流し込んだみたいな。君と同じく外から来たものに与えたんだ、うん、それは気づいてたね、足立も生ためもね。外から来るということはそれだけでこの小さな世界を刺激しますからね。なるほど。でも思ったより刺激は大きかったようだ、うん、ここを霧に包み、そして晴らした。うん、確かに俺たちは来てから霧に包まれて、で最後晴れたのか。中でも君はその役割に飽き足らずこうしてやってきた。一体何のためですか？何のため？蹴りをつける、真実を知るため。よくわからない、真実を知るためか。やばい、一発殴りたいな。一発殴らせろ、とりあえず。ここの霧が晴れたっていうのにまだ飽き足らないんですか？だってこれまた続くかもしれないしな。愚かな者ゆえの欲深き定めですかね。かわいい。私は男かい。あ、でも中性的になったね。左の 3D グラフィックだと完全に女だよな。かわいいって言ってた。霧を滑たる雨の詐欺は私が産み落とせし仮の姿の一つ。はーい、イザナミ出てきちゃった。これ勝てなくない？君は私も想像しなかった特別な力に目覚めた。さらには今こうしてこの私と対峙している。うん、だちょっと一応似てるのか。あ、帽子取ったらもう完全にそっくりだね、主人公と。もはや愚かというだけでは済まぬ事態。これも世界の定めた運命でしょうか。いいですよ、今度は本気で試してやりましょう。イザナミか。ただその代わりこの愚かな手向かいにふさわしいだけの覚悟を携えてきてください。覚悟ね、ダンジョン厳しいぞってことか。一応あれだな、なんか修学旅行とかでイザナギイザナミの話出てたね。だからってイザナミが犯人だとはならないけどな。あの場所で待っています。あの場所か。なんかイザナギ連れて行きたい気もせんこともないけど、弱すぎるからな。イザナギ主人公の専用ペルソナってわけじゃないから強くならないもんね、イザナギもね。今出会った人物こそ全ての原点となった存在、イザナミだ。仲間たちの声がする。イザナミか。ちょ、大丈夫？今話してたの誰？あ、見えてたんだ一応、よかった。またこいつ変なこと言い出したりとか思われなくてよかった。なんか急に消えた。もしかして、ガソリンスタンドの店員との話を集まったみんなに伝えた。やっぱりあれで終わりじゃなかったんだ。ユキも気づいてたんだ。俺だけなんだな、やっぱあれで終わりだなって思って幸せに一周目を終えたのは俺だけだったんだな。ともかくそいつが元凶なわけで今あっちの世界にいるわけだ。そうだな、倒さないときっとまた同じことが起きる。じゃあやっぱあっちの世界ってなんか読みの国的な感じなのかな。うん、他のみんなも近くにいるからすぐ連絡するね。あ、じゃあこれでようやくラスダンに行けるってわけだ。なあ頼むぜ、これが本当の最後だってな。でこれはもうこの日しか挑めないってわけだね、最後の一日か、うん、今度こそ完全にやっつける。勝てますかね、イザナミに。じゃあ各自準備できたらジュネスに集合で。いや、ついに来ましたが、全ての事件の元凶をついに突き止めた。向こうの世界で待つというイザナミを今度こそ滅ぼさなければならない。雨の遮りの存在さえイザナミの生んだものであるなら、イザナミを放置する限り町はいつか必ず再び霧に沈む。そして人間も大切な人たちもただの影になり果てるだろう。この町を去る前の大きなやり残しだ。みんなと暮らしてきたこの町に完全な平和を取り戻さねばならない。使命感がすごい。おお。え、じゃあもう買い物とかゴリゴリしていった方がいいのか。ちょっとペルソナ準備しようと思って入ったらいつもと様子が違うんですけど、イゴールの姿が見当たらない。まだなんかあんの、マーガレット？もう全部達成したんだけどな。ベルベットルームへ。またマーガレットの追加お願いか。
こうして二人で会うのも何度目かしら。そうですね。やはり大きな意味のある出会いだったようね。もう次のステップに行っちゃう。キスの次に、マーガレット、覚えているかしら。うん。ベルベットルームは招かれる客人の心と深む。あ、じゃあマーガレットは俺がマーガレットだったのか。景色も住人の姿もその時々の客人の数や定めに応じて主に選ばれ変わりゆく。うん。この狭い車になったのも俺だから。でも私の前任のものはそれとは全く違う理由でここからいなくなった。前任のものっていうとあれだね、ペルソナ3の話なんだろうね。スレやってないんだよな。誰に命じられたわけでもない。自分の意思で自分の目的を遂げるために彼女は出て行った。そっか、ちょっとネタバレしないでな、マーガレット。頼むから。私たち住人にとってそれは絶対に起こりえないことだわ。私は訳を知りたいと思った。確かにその主人と不可分の状態なのに出て行っちゃったって、まあペルソナ3の話なんだろうな。深入りしない方がいいな、これはな。前任者の名前はエリザベス。めっちゃ深入りしてくるじゃん。やめて。私の妹よ。妹だったんだ。めっちゃ深入りしてくるよ。おい、公式がネタバレするんじゃねえよ、マーガレット。私の本当の目的は、あの愚かな子の目を覚まさせて、連れ戻すこと。へぇー。妹を追っかけて、イゴールのしもべになったってこと、マーガレット。だから訳を知る必要があったの。あなたはその手がかりをくれそうな気がした。エリザベスか。知らんな、でも。今は逆に分からなくなったわ。見晴らしの玉あげるか、俺の。あの子はさ、本当に愚かだったのか。ベルベットルームの住人は皆自分が何者かを探る定めに。それはあの子の話。あ、そうなんだ。それをなぜ急に投げてしまったのか。私にはそれが一番の疑問だった。もう答えを見つけたんじゃない。探り合わせたんじゃない。そもそも前提が間違いだったのかもしれない。うん。答えを見つけたのかもしれないわね。そうだな。だからここを出て行った。それしかないだろう。なら私の役割は闇雲に連れ戻すことじゃないわ。一緒に出て行こうか、マーガレット。じゃああの子の得たものが何だったのか、そしてこの私は何者なのか。うん。私があなたから得るものはおそらくそういうとても大切なものだわ。そうだな。だから運命はただ語らうだけの客人ではなく、優れた力を持つあなたを連れてきた。主人公すごいね。人生変えるね。主の客人としてではなく、あなた自身に申し入れるわ。はい。私と手合わせしていただけないかしら。なんだ今一瞬ドキッとしたのにな。手合わせですか。もちろん強制はしないわ。あなたにそこまで付き合う理由はないもの。ほうほうほう。それにぶつかればあなたの定めの意図を私が切ってしまうかもしれない。うん。マーガレットに俺が殺されちゃうってこと。夜のぶつかり稽古しようか。じゃあマーガレット。でも出会いは常に双方に変化をもたらすの。勝利すればあなたも必ず何かを得られるはずよ。これなんか裏ボス的な感じ。裏ボスのさらに裏ボスみたいな。ペルソナ2で行くところのフィレモンみたいな感じなのかな。よく考えて決めてちょうだい。そっか、マーガレットと戦えるのか。そしてもし受ける意志が固まったならこれを持って私の元へいらっしゃい。はい。招待状ね。ご丁寧にどうも。群青色の招待状。天国の最果てにて待つと書かれている。天国。また会いましょう。この多分ベルベットルームの色なんだろうね。また会いましょう。天国ってあの七子のところ。そうか、裏ボスの裏ボスいるのか。今回もフィレモンと同じぐらいのレベルだって考えると結構な準備していかないとまずいよな。絶対裏ボスより強いよね。そうか、楽しませてくれるね。よし。よーし。いよいよ最後の締め。ってか、キツネ、お前山に帰ったんじゃなかったんだな。来てくれたんだな。なんかいろいろ起こったけど、イザナミってのぶっ倒す。どうやってキツネに連絡取ったんだろうな。のろしかな。っていいんだよね。でもさっきまで別行動でしたし、これまでのことをみんなで再確認しましょう。そうだな。
これでいよいよ最後です。しっかりと決着をつけるためにも。状況確認といきますか。何について？イザナミについて。雨のさぎりが元凶って思ってたら、それをさらに生んだやつがいたなんてね。それっぽいことは雨のさぎり言ってたかな。しかもガソスタの店員、まさか思いっきり街中のガソスタの店員に化けてたなんて。アシスリが街へ来た日、あそこに寄ると分かってたってことか。まあそれで張ってたのかな。確かにあそこなら外から来た人間といち早く対面して話せるだろうけど、足立や生ためとは別の場所で別の人間に化けて接触してたってことなのか。うん。イザナミとかいうやつ一体何者だよ。俺としてはいい、なんかガソスタのアンちゃんと思ってたら女だったっていうのが一番びっくりだけどな。イザナミ、そして雨のさぎり。確か日本の古い神話に登場する神々の名前に同じものがあったような気がします。あやつが神様ってか。なわけあるかよ。そういう足立のやつが出したペルソナ覚えてっか。なんつうか、失礼が一番最初に目覚めたペルソナとどっか似てた気がすんだ。じゃあイザナミからなんか握手されたらイザナギをもらえるのかな。みんなイザナギとか言ったっけか。よく覚えてたね。確かにイザナギも同じ神話に出てくる神の名前です。っていうかさ、俺のつけたペルソナ見えてんだな。俺だけペルソナを付け替えれることに関して何も思わないのかな、陽介とかは。ズルってなんないのかな。同じ相手からのきっかけで目覚めた同士、力の傾向もどこか似ていたのかもしれません。まあ、足立に関してはペルソナを付け替えるとかいう卑怯なまでは使わなかったわけですね。ペルソナは心の具現化。神とは詰まるところ人のイメージで、だからペルソナが神の姿なんだとすれば、精神の世界に君臨する敵がイザナミの名を持つことも、そのあたりと関係があるのかも。なるほどね。そういえばイザナギとイザナミの名前、イザナウの語源だって教わったよね。そうそう、修学旅行でな。考えすぎかもしれないけど、生ためさん、足立刑事、アシスリ君、それに私たち、何か大事な意味みたいなものがあって、この事件に誘われたってことなのかな。かしこ。大事な意味、うん、よくわかんないけどさ。けど悪いことしようってんだもん、許せない。そうだな、とにかくやっつけなきゃ。単純でよろしい。力のきっかけについて。僕らは向こうで自身の影と向き合い、ペルソナ能力に目覚めた。でもアシスリ先輩だけは例外だった。無理やり持たされたんだな、俺だけ。アシスリだけはペルソナ云々以前に最初からもうテレビに手潜ってたからな。手ウニョンってなってたからね。羽衣もフーズしてたから。アシスリだけはあのイザナミってのが直々に力を目覚めさせたってことだよな。なるほど。他にも生ためとそれにアタチ、3人の外来者を選んで力を与え、そこから起こる事態を眺めていた。けど俺らだってイザナミを突き止めたんだ。狙いが何だろうが、あとはぶっ倒すだけっすよ。単純でよろしい。一応で片付けちゃおうぜ。そうだな。アシスリが明日にはもう出発だしな。これちょうど今リアルに、昼過ぎの2時半ぐらい撮ってんですけど、これもう夕方か夜ぐらいまでクリアしないとおかしな話になるよね。真夜中テレビについて。真夜中テレビの噂。一番最初に言い出したのもイザナミなのかもしれませんね。そうだな。そうだそうだ。それ確認してなかったな。真夜中テレビを言い出したやつ。まあ、でもあの感じじゃ別に、真夜中テレビを見ろみたいなことは言ってなかったのか。雨のさぎりもシャドウたちも向こう側から一歩も出ていませんし、事実として噂を広めることができるのは向こう側から出てきたものだけですから。そうだな。つっても人捨てを繰り返すうちに事実と違うお昼がついちまってたけどな。あ、なんか運命の相手が見えるとかいうやつな。一人でだけ見れないとか、映るのは運命の相手とかさ。一人でだけ見れなかったんだ、あれ。忘れてた。テレビなんていう形式だから、確かに僕らは考えませんでした。実は同じ映像を見ていないかもしれないという可能性を。そうだね。恣意的に操作されてる可能性はあるよね。でも見た後に会って話すと、話いつもちゃんと噛み合ってたよ。そうだな。誰が映ったっつって毎回電話で確認してたけど、だいたい同じだったよな。見るものによって変わったのは、おそらく鮮明度だったんでしょう。なるほど。なるほどな。思い当たるぜ。確かに陽介とかあんまりピンと来てない時もあったしな。明らかに漢字だろみたいな時もあったしな。小西先輩が映った時、最初にそうだって確信持ったのは俺だ。ああ、小西先輩確かに一瞬なんか髪の毛が映ったぐらいだったもんな。天城の時は里中、漢字の時は天城が、最初に確信を口にした。いや、俺だね陽介。強い執着のせいで思い込みが入ってるんだと思ってたが、そうじゃない。多分その執着のせいで見たものも実際に違ったんだ。鮮明に見えていたということが単純に。同じことは生ためにも言えるはずです。だからいつも僕らより一歩早かったんだ。あ、そういうことか。確かに生ための速度は早かったな。一歩先んじてた。
運送業で地元に詳しいせいと思っていましたが、七子ちゃんを特定した速さは疑問だった。七子なんか無理やり前中テレビに映って全然鮮明に映んなかったもんね。でも確かに生ためは一瞬で七子を選んでたわけだしな。そういうことか。救済者の彼には見えていたんでしょう、初めから七子ちゃんの姿が。まあ、生ためがそんだけ思い込んでたってことか、救済者として。おい、今細けいことはいいだろう。確かにな、だべってる場合じゃねえな。歩きながら話そうぜ。明日は水先輩の門出なんだぜ。ぐずぐずしてる場合かよ。うん、そうだよ、早く行こうやつけに。なるほど、熱い展開ですね。じゃあテレビ入るか。天気予報ってどうなってんだ。天気予報はね、こんな感じ。あ、普通普通だったわ。ずっと雨とかになってんのかと思った。いつでも聞いてね先輩。天気予報にも造形が深いリセチ。テレビ入るか。行こう先輩。最後リセチか。いや久しぶりだな、こうやってテレビに入る人も。この録画撮ってるのも久しぶりなんでね。よし、早速やってるね。今までとは違う、何か大きなものの存在を感じる。バーチャルボーイ、新しい場所ができてるみたい。おお、新たなダンジョンか。そこにいるんだな、全ての元凶のやつが。うん、そういや、この前倒した雨のなんとかってやつ、また王的なこと抜かしてたからな。え、まさか中国的な感じで出てくる、また雨のなんとか。まだやろうってんだら、今度こそ後腐れないようにしてやるぜ。出てくるね、これ間違いなくね。まあ、そんな大したやつじゃなかったからな。当然す。うん、一周目でも一回で倒せたし。軽くひねりに行きましょうよ。明日の先輩の電車には間に合うっしょ。そうだな、間に合わせてくれ。いつも通りに頑張ろ、リーダー。そっか、俺リーダーだったわ。こういうのも本当に最後と思うとちょっと寂しかったりして。まあ、逆にこれまた最後だと思ってたら、これ一緒に行けて嬉しいのか、ちえちゃん。やっぱさ、ほら、言い方変かもしれないけど楽しかった。まあ、そうだよね。それは僕らがみんな必死だったからです。うん、僕たち本当にいろんなことを鵜呑みにしてきましたよね。まあ、そうですね、踊らされたな、だいぶこのゲームには。動機、何度も途中で立ち止まりそうになった。うん、目をつぶってれば楽だったかもしれないけど。確かにね。あがいてでも大変でもさ、自分で感じて見て触れて考えて、そうやって生きていきたいよな。こんなゲームやってねえで外に出ろってことか、陽介。こんなバーチャルな、でも一人で掴めることってきっとすごく少ない。こんなバーチャルなゲームを一人でやらずに、バーチャル世界から飛び出せと現実逃避するんだってことですか、ユキ。だからみんながいるんだよね。そうか、一人でこのゲームやってる俺は負け組だったな。身につまされる。おいおい、みんないるぜ。だんだん俺がなんか肩身狭くなってきたな、俺自身プレイヤーが。ダチがいりゃわかんだ、どんなしんどくてもこういうふざけた奴はぶっ倒すべきってな。私たちの未来のために。プレイヤーの肩、いや、ペルソナ4ずーっと一貫して思ってたけど、プレイヤーの肩身がどんどん狭くなっていくな。仲間が増えるたびにな、こいつらが青春を感じるたびに。明日気持ちよく送ってやるために。送り出してくれ俺を、もう卒業させてくれ。かゆう。なんだお前。ユウスケは最後までカッコマンだ、クマね。カッコマン、お前懐かしい言葉知ってるな。あまりの身の程知らずに、クマかゆかゆです。かゆいって。飲みたがってんだよ、さっきお前にジュースこぼしたから。まあ、確かに臭い感じではあったけど。オレンジのフレッシュな香りがすると思ったら。早く洗濯してくれ。さて、それじゃ行きますか。いやー、ようやく最後感が出てきたな。こうやってここで先生を待つのも最後、クマか。お前も一緒に行くんだよ先生。最後までよろしくなの、クマ。なるほど、どうしよっかな、最終メンバー。マーガレットはやっぱ後回しかな。どうしよう、先に
その新しいダンジョン、ちょっとまあ一応様子だけ見に行くか。一回セーブして門構えだけ見に行くか。まあどうせイザナミがいるっつうことだから、なんか四持平坂的なおどろおどろしい感じになってるのかな。やってやるクマか、むぎゅっといっちゃう。殺風景な寝室、え、これ足立がいたとこだっけ。んどこに行けんだ俺は。伊勢地か。これが本当に本当に最後。イザナミの直球だった。イザナミの元に向かう。みんな行くよ。一応門構えだけ見て、まあ、やばそうだったら先に。おお、何これ、伏見稲荷みたいな。おお、あーでもちょっとまがまがしい感じですね。なんかメガテンスリーっぽいな。まあ先に、あ、よもつひらすか、足原の中津か。まあよもつひらさか、多分階層があるだろうから途中まで行ってさ、でセーブポイントまで行って一回帰れるで戻ってきてから、まあ、その頃にはレベルも上がってるだろうし、それからマーガレットと戦ってまた戻るか。それで行こう。でメンバーはどうしようかな。まあ、ナオト、チエちゃん、ユッキーかな。ナオトはただの好みです。よし行こう。ユッキー、チエちゃんはやっぱ安牌メンバーだね。おお、あ、これ最初に夢で見た場所じゃん。何ここ、他の場所と感じが全然違う。最初にあの夢でエアロスが出てきて戦闘チュートリアルを教えてくれたやつじゃん。救出とかで行ったところはその人の心の揺れが伝わってきて、どっか不安定な感触だったけど。あ、これしかもバッドエンドの BGM、 バッドエンド BGM じゃん。ここの BGM だったんだ。そういうのが全然ない。あいつ心がないの。神だしな。神が作った世界ってことだよな。イザナミって何者、というか気をつけて先輩。なるほど、ちょっと装備もいろいろ変わったりはしてるんですけど、見た目的にはそんな変わんないかな。チエちゃんの足がなんかテカってるぐらいかな。おー、なんだこれ。あー、やっぱりメガテン3の宝箱っぽい。おお、懐かしいけどこんな感じで開いてたっけ。ちょっと宝箱の方行ってみるか。あ、なんかおしゃれだね。近代美術みたいな。イザナミそこそこ造形が深いのか。あ、めっちゃやっちゃった。危ない危ない。あー、よかった、戦闘 BGM 明るいのか。敵はなんか見たことあるよね。パクロス純情パピオン、ディバインマザー。まあどうせ使い回しだからな、みんな。敵は敵グラは、これはいける、きっと勝てるよ。ルフトジオ打ってくる。マザーもね、なんかだいぶヤバくなってきたな、敵のマザーたち。まあ手裏剣なんで。いやー、強えなー。数を減らして、強え。効くか、アーマンハムロ。頼む、ザコ一層用はもう直しに任せようかな。いや、俺全員女の子って気持ち悪くないか。はい、多分殴りでいけ。よし、いけいけ。パーティーに全員女の子やんすか。気持ち悪く、あ、でも直人が男っぽいからいいか。全員男パーティーってもありだけどな。ちょっと真剣に行きたいからね。宝、違い所の弾か。ちょっとしょぼいな、ラスダンにしては。え、ずっとこの BGM かよ。天国の BGM とかが良かったのにな。いや、不安になんだよ、単純にこの BGM。嫌なんだよな。まあ、そういうダンジョンなんだろうけど。しかも黒と赤一色。これなんか最初オシャレだなって思ったけど。なんかそんなに面白みはないな。見慣れてしまうと。やる。下手になってるな、久しぶりすぎて。でけ、2002か。そんなにだな。前の男女とそんな変わんない。まあでもまだ入り口だしな。こっからだんだんインフレしてくれたらいいんだけど。この BGM、マジで気がめいる。なんでこんな休日の昼下がりにこんな BGM 聴きながらゲームしなきゃいけないんだよ。ただでさえ俺たちは青春を見せつけられてさ、気がめいってるっていうのに。まあでも、一の辻なんだ。和風表現。じゃあここでも素材出るんだ。そういえば。持ってけんの？どっかに出んのか、親父が、大太郎の親父が。早く癒しの波動 SP を覚えてくれ。てか、こうやってダンジョンを実況すること自体がものすごい久しぶりなのか。
ペルソナ4 2周目始めてから結構時間経つけど、ダンジョンはもう丸カットだったからね。丸丸カット。しかし広いな。あ、1の辻だった。ヤシロかと思わせた。メビウスの砂。でも絶対素材使えるはずだよね。ダイダラ出張店みたいなのが出てきてくれないと困るよ。19個か。少ねえな、宝箱の鍵。息災のゴマ。強そうじゃん。あ、ちょ、会話しとくか。忘れてたわ。なんだか気が引き締まるね。変な感じだな。この世界でそんなこと思うなんてね。うん、この色合いのせいもあるかもしれん。神社色。闇の神社みたいな感じだからな。あいつの言ってたこと考えてるんだ。難しいし分かんないんだけど、考えなきゃいけないって思うから。今回の事件がなぜ起きたのか、今考えても理解できそういないです。行きましょう。答えがある場所は分かってる。そうでしょ、アスティリさん。そうだな。本人に聞くしかないと。イエイ、レベルアップ。起きた。アグネアストラジョン。気になってたんだよ、その技。で、ようやくカンストか、鈴鹿権現。一瞬じゃここまでいかなかったよね、アグネアストラ。これね、ちえちゃんのミスったんだよ、継承。技継承を。あ、カウンター消しちゃったんだよね。ヒートウェイブ、残して金サメ商店に行きですか。アグネアスター敵全体に大打撃に力3回。金サメ商店に来てゴッドアンドだったら、でもゴッドアンドの方が強いよね、さすがに。今日雨降ってるからっつっても。ヒートウェイブ消して、あ、金サメ商店に来てのダメージ検証しとけばよかったな。いや、絶対ゴッドアンドの方が強いよ。いや、じゃあ金サメ商店に消す。アグネアストラ、カンタ消したミスでかいわ。違い石の玉。これ違い石の玉ばっかり出るな。あ、ヨモツヒラサカだから違い石の玉ばっかり出るのかな。あと、イザナギとイザナミが追いかけっこして、最後ドーンって石でね、あの、ヨモツヒラサカの入り口を閉じたんだけど、その閉じた時に使った大きい石が違い石の玉だからね。ここの宝箱、違い石の玉しか出ない説あるぞ。でかいっすか。危ない、これやばい、殺されるかもしれねえ。やばそうなやつ出た。よし、危ない、死んでた。これは危ねえ。殺される。よし、よけた、よくよけた。殺されちまうよ。マスタードライブか、頼む。シエちゃん混乱か。よーし、やめろ。あぶねー、殺し合ってる。食いしばった。あぶねー、でも別に効かなければなんとかなるな。よーし、あぶねー。敵は総崩れです。味方もだよ、総崩れはこっちのことだよ。このメンツなかなか見えない。今の二人なかなか見えない。1、知恵先輩が混乱してるよ。もう一回のハンマー音でペルソナ頼む、殺してくれ。あー、やばいな、やめろって。よし、そんな、あー、やばい、やられちまう。ジオダイン連打しかねえな。でも物理しか言ってこないやつだろ、それ。死ぬことはないわ。いた、ナイス先輩。死ぬことはない。よかった、物理しか使えないやつで。常に義経つけといたがいいな、初期は。あー、白桃の実。あ、でも白桃の実も、イザナギとイザナミが追いかけっこしてるときに、桃の実を投げて、あの、ヨモツシコメたちを、ん、どっちだっけ、ヨモツシコメか、なんかそいつを追い払ったっていう。あ、どうしよう、これいける君たち。大丈夫かい、結構きついぞ、ここのダンジョン。霧になってる、階段が。そのイザナギ、イザナミ関連のものしか出ない説。ふふ、イザナミの声。おじけづかず本当にやってくるとは勇敢なのか愚かなのか。いいでしょう、待っていますよ。このヨモツヒラサカの最果てでね。今のイザナミ話しかけてきたな。けどビビってらんない。行こう先輩。マスカ普通に話しかけてくるとはね。じゃあハマだよな。
来い。おお、来た。ヤマト武。あ、いいですね。こいつら出たらカモだな。あ、なに、結構いいの出るじゃん。あー、どうしようかな。スルート狙っていくか。スイスルート、スルートをゲットすると、そうですね、69か。まあ素材だな、まあ、この辺消しとくか。お父さんさよなら。あら、レベルアップ。アマテラスメシアライザー、いいね。メシアライザー、これ何消すか。メディアラン消しちゃうか。味方全体の HP 全回復、状態異常も治療。メディアラン消しちゃっていいかな。あ、メパトラだ、これがいらないわ。メパトラ消そう。よし、で回復ブースターか。なるほどね、オッケーオッケー。じゃあアグネアストラ見てみるか。128消費でも強いんでしょ、アグネアストラ。おわ、それね。弱っ、嘘だろ。前のボスが使ってきてたやつじゃん。あ、じゃあネギだ。危ねえ。いや、まさかさっきの見間違いですよね。全員外すなんてことないですよね。リッキャネランド当たってんだから、これが当たんなわけないだろ。当たった、ちょっと。このいい宝箱からはいいものが出る。虚無の書。何それ、強そうじゃん。おー、混乱恐怖、魔風老化、激昆無効。あ、これまあまあいいかもな。状態上完全、ほぼ完全無効だよね。これ以外の、あ、毒とか食らっちゃうのか。毒は大したことないし。これいいかもな。即災のゴマ。衰弱かからない。これは弱かった。衰弱にかからないかな。虚無の書はいいかもしれない。衰弱には一応かかるんだね。毒、衰弱、眠りあたりにはかかるか。そう考えると、なんか状態異常のバリエーション多いな。あ、一応ね、アメ武者の鎧っつってね。これ状態異常気絶耐性ってのがあるからね。もうそろそろ次の回。まだ2の辻だけど、3の辻に行ったら一回帰れるするか。宝箱の鍵か。さすがに、よもつひらさかに関係あるアイテムしか出ない説はたまたまだったのかな。あと一応さっきちょっと気になって古事記読んだら、竹の子とね、ブドウっていうのがあったんだけど、そういうアイテムないけどね。よもつひらさかを逃げるイザナギが使ったアイテム。髪飾りからブドウの剣。あ、来た来た。まあ上がっちゃうか。と、竹串から竹の子が入るっていうね。そんなアイテムなかったよな。三の辻。いかがです？何か思い出しませんか？いや、もうとっくの塔に思い出してたよ。チュートリアルでしょ？この回廊の景色、君は以前にも見たことがあるはずだ。まさかあのエアロスがイザナミだったのか？覚えている。最初に私がきっかけを与えた日の晩、君はその影響から夢でここを垣間見た。今こうしてここで君を待つのも定められた運命でしょうかね。ふふ。腹立つな。今のまたイザナミ？っていうか先輩にそんなことが。黙っててごめんな。でも相手がどんな奴だろうと戦うしかないよ。そうでしょ、先輩。一回レールしましょうか。一回。まだいけるかな、もう一回ぐらいいけるかな。ナオトの SP もまあ半分ぐらい残ってるし。あんま欲張らん方が、まあでもね、ペルソナも結構素材は満帆に手に入っちゃったんだよな。まあこの、一応寝るため帰れるはいっぱい買っといたから。帰れる帰れる。6個あるから。まあ割と贅沢に使っちゃっていいかな。一回帰ろ。先にさ、天国の10階まで行っといて、腰痛ひらさかが割ときついから、先に天国の10階まで進めてさ、手前上がりと手前で、よもつひらさかに行って、みたいな。両方10回まで進めてから、両方のボスに挑むみたいな。そういう感じにしてみるか。多分天国の雑魚だったら割と楽勝だろうしな。いや、ここも10回まで行っとかなきゃいけないもんな。ずっと上の階に何かいるみたい。なんだろう、この気配。こんなの今まで感じたことがないよ。先輩気をつけてね。マーガレットが化け物みたいに扱われてるな。いやなんだか大変なことになっちゃってるね。7個の聖域だったのにな。まがまがしい。ここにマーガレットがいるのか。じゃ、一回挑んでみよう。記念に。
変に一回挑もう。よし、アリダトでマハ、なんだっけ、マハラクカオートをつける。でダメだったらヨモツ平坂でレベルアップしてやり直した。あ、いるねこんな暗くなかったよな、天井落土。風格がやばい、風格がいるね似合うな、星空が、流れ星じゃん。あの後主に聞いたわ。エリザベスも前の客人だった少年に同じく手合わせを頼もうとしていたそうよ。だから3の話やめてくれ。あの主人公も何の話か分かってないから、そこは感情移入しやすいな俺は。3未見、実際にやったのかどうかまでは分からないけれど絶対3でもやってんだろ、そのエリザベスとこの裏ボスみたいなやつ愚かな妹だなんて言って血は争えないわね。武闘派だな、武闘派姉妹。準備は万全かしら。万全、まあちょっと腕試し的な感じで万全だ、やるしかね。力を司る者として最大級の敬意とともにお相手する。絶対強い、絶対強そう、絶対イザナミより強いじゃん。言葉による語らいの先にあるものを私に見せてちょうだいどうなるんだろう、アラチみたいにペルソナ出してくるのかな。マーガレットと直接戦うわけだもんね。マーガレットのペルソナもいいのか。おお美しい、綺麗だな、周りも。戦いの熱と緊張感で体を満たしてエロいんだよな毎回。おお、流れ星。さあ始めましょう。私を失望させないでちょうだい飛んでるめっちゃノリノリじゃん、マーガレットさんいいねいいね、黒大豆。うわ、美人あ、そっか、リセッチっていうか俺しかベルベットインできないのか。みんなマーガレット見るの初めてか。めっちゃ美人だよね、多分一番美人だよな、ペルサの方の中で。ちょっと先輩、この人誰どういうそうなるよな、初めてだよな、マーガレットに会うの。てか、え、浮いてる。マーガレットとはもうキスした間柄だからタロットも浮いてる。ちょ、この冗談みたいな戦力、何者そっか、リセッチは戦力が見れるから、戦力見せてほしいな。まさか戦うってこと。戦うでしょこれ確かに、みんなわけわかんないまま、わけわかんないまま俺にここまで連れてこられて、急にこの美人と戦わされるっていう。アナライズ、強い相手だよ、気を抜かないでね。強いだろうな、全くわからんか。あ、もう拡大させてくれくそ、拡大してみたい。あ、ちょっとなんかこのスリップがこのモーメントによってちょっと見えてんじゃないのか。これは黒タイツだからよくわからないけど、くそ、拡大したい。悪魔全書に登録してくれ、マーガレットをぜひ。まず何が通るかだよな、まあ、何が何でもとりあえずはランダマイザーよ、初手ランダマイザー、これは安定だろ。ランダマイザー武器が通るだろうな、でもさすがに。一発投げてみるか、とりあえず。あ、当たりない、よし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 。じゃあチャージ。よかったな、美咲さん。あ、いい、でも攻撃が怖いからな。じゃあ全部やってみよう。あげない。ペルソナ。弱点とかないだろうか。あ、まあまあと全然減らねえ。おい、よけた。そんな強くないんじゃない、もしかして。これは鉄板だな。まだ発想止め覚えてないからね、義経もそこまで至ってないからな。ペルソナ、一回当ててくれ。当たるか。よし、あ、まあ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 140くらいか。まあ、うん、しょぼいな。ゴッドハンドとアグネアストラ、アグネアストラなんか外す印象が強いんだよね、ほんと。ザコにも当たんないから、アグネアストラゴッドハンドやな、まあ、単体は取らないと絶対。当てろ。おお、いいね、559。全然減らん、全然減らんぞ。ここは回復しとこう。ペルソナ、はい、アギでダメージ稼ぎたいとこだけどな、攻撃がなんかよくわかんない。まだ通報攻撃しか出してないから怖すぎる。当たった、ダメージ、あ、そんな強くねえぞマジで。グレイブザッパーだな。どうだ、548。このままだったらいけそうだけど、まあ 100% パターンは変わるよね、どう考えても。まだまだでしょ。やペルソナ出してくるわけじゃないんだ、生身なんだそこは。あ、回復しとくか。ペルソナ慎重に行こう、慎重に。急にパターン変えてくるからな、こいつ毎度のことなら。
まだ全然敵も減ってないし。受けなさい。メルトダウン。懐かしのクレスタチの。何？何こいつ。名前どうする？名前どう忘れした。メルトダウン。そんな使ってくるの？まず何者よ。ペルソナしかもなんか複数使ってくんじゃねえの。なんだっけあいつ。俺持ってなかったっけあのペルソナ。あいなかったわ。なんだっけ。ジークリードか。ジークリード。でもジークリードメルトダウンなんて技持ってなかったろ。ペルソナ2の合体魔法以来だぞメルトダウンなんて技。どうしよう。でもさペルソナをいろいろ使ってくるなんてことはないだろう。あれなんか主人公はワイルド属性だから主人公だけがどうのこうのみたいな。ペルソナ複数使えるみたいな。でもジークフリードだけなわけがない。ジークフリードだけだったらちょっとしょぼすぎるしな。絶対複数使ってくるな。ジークフリードはこの系ってわけね。次で多分あれだな、ランダマイズが切れるから。まだ当たる。多分ゴッタンの方がいいと思うんだけどな。どうよ3月全部当たれば、あーまあ2発で400ぐらい。3月全部当たれば600か。期待値はでかいけど1回の可能性もあるんだよね。いやじゃやっぱゴッドハンドだな。でメディアラハン回復でしょう。やべ怖えなペルソナ使い出したらな。次はなんだね。戻った。あーやべえな戻っちゃった。受けなさい。ニーブルヘイム氷結か。あロキか。あーターン。おおよくやった新氷結見切り。いやピンポイント狙ってくるなと思ったら逆にありがたいな。まあ、道具はもうここで使い切っていいぐらい。イサナミはもうどうでもいい。ここで使い切っていいだろ道具は。いや減らなすぎだろそれにしても。何ターンかかんだよ。まだ1割もいってないだろチャージ。まだやることは決まってるな。これ以外ただひたすらしのいでいくしかない。その場その場で。あ何食らってないね。アギダイン食っとくか。ペルソナダメージ下げるみたいな稼いとく。アギダインよし。受けなさい。エルジハード何属性だよそれ。オープニッシュ。あ電撃か。おおあ回復したかったあいつ。回復してあげて。電撃吸収。まあ、反射したのを回復したってことは電撃吸収だよな。で電撃反射つけとくとまずいわけね。義経つけとくのはまずいのか。でもさこれ決まった順番で打ってくるのかな。ジークリードロッキーみたいな。オークイヌシみたいな。なかなかチョイスが渋くていいですね。かっこいい悪魔が多い。どうしようとりあえずやることは一つ。まあ義経まだ次はオークイヌシまた打ってるってことはないだろう。電撃反射しちゃうけど。ジエ先輩の体力が誰か回復お願い。チャージしてる。ブレイズダッパーやウトラ。よし確実に削ってはいる。気をつけて体力やばいよ。頼むナオト粘ってくれ。ナオト君やばいよ手当てしてあげて。チャージしてる。あ撃てるか。撃てねえな。ダウンしとこ。みんな気をつけて。でメディアラハンやばい。ペルソナメディアラハンあるからまあ死ななきゃ大丈夫だけど。ナオトは持ちこたえあんないな。防御スピンだねナオト早いのはいいけど。真空波また懐かしい技。空風林じゃん。よし物理じゃなかったな今。大天使のカゴでよくなってことは疾風属性か。物理もそのうち打ってきそうだけどな。物理は物理でいいのか。向こうだしチャージ。毎ターン決まったのを打ってくるんであれば今どういう自慢だったっけ。火氷電気風あと何属性がある。あこの順番じゃん。火氷雷風次光か。光はまずい。光はまずくないか。ガードしとこうかな。ちょっと待てよ。いや待て、ナオトは光属性効かないから殴っとく。サミダレギリ行くよ。逆に光闇が効くがないかないよな。74。いや自分の属性が見て自分の属性が見て。チャージチャージ効いてる。ゴッドハンド光打ってくるとないだろさすがに。ってことで次火に戻るのかな。あーちえちゃんガードしとくべきだったかもしんない。4属性であれば火に戻るような次はな。この順番であればやる。光ありそう光ありそう。ペルソナちえちゃん頑張って受けてくれ。ちえちゃんはでもね火炎火とかついてないからな。待ってよチェイちゃん弱点ではないのか。コンセントレート。オーベロン
やばい、これはガードしよう、みんな。これはやばいの来る。これはガードしとこう。過去に期待して、まあでもガードだな、ガード安定だろ。あー、やばい、ここで切れるか、ランダマイザー。ねえ、ヒド、これはガードしてよかった。え、なにこれ、なんだこの悪魔。無理だろ。おい、ガードしてそれは無理だろ。確定じゃん。え、今のなんだろう、セラフとかか。いや、ガードしてメギドラオンで即死は無理だって。これ無理だわ。これレベルが足りねえ。まあ、ランダマイザーが効いてれば大丈夫だったんだろうけど、タイミング的に無理があったな、今のは。いずれにしろガードは絶対しなきゃいけないし。じゃあちょっともう、先に、よもつ平坂行こう。これはさすがにだ。この螺旋みたいな鳥かっこいいな。ん？先輩気をつけて。この先何かいるよ。もう中ボスか。行っちまうか。いけるいける。まだ3回だぞ。あ、やばそう。君たちの培った力、そしてこの私に挑む覚悟。どれほどのものか手始めに見せていただきましょう。いや、ミノタウロス系大体強いんだよな。おー、でかい。やめろ、死ぬ。闇属性はダメだよ。いきなり、いきなり食いしばったか。ネオミノタウロス。うん、これはいける。きっと勝てるよ。暴れまくりしかねえ。別にさ、防いでいけば大丈夫。どうしよう。一発ボタンの試してみて、かっくね、かっけ、暴れまくりはやばい、あぶねえ、危ない。ちょっと目先がやめたらやばい。M 字回帰やって久々に見たな。まあとりあえず良質でさえつけとけば大丈夫ってことだけど、ナオトは捨ておこう。すまんナオト、そうじゃないか。ジオ、まあ普通か。三体でこれか。おお、めっちゃ効くじゃん。よーし、バカラこいつ、いけるいける。もう攻めろ、アギラインや。いや、サマリカム使っとくか、このタイミングで。ちょっと倒せそうな予感。次もう一回さ、このチャージ、ブレイブザッパー、チャージ、ゴッドアンドが入れば終わるだろ。やり、クリティカル。殺せ。あ、もうちょいか。で、チャージ。なんだ、ちょっとパワーにビビってたけど、どうせ暴れまくりも当たんねえしな、どうせ当たんねえしな。危ない、危なすぎた。ナオトとユッキーはしょうがない。あれ、ちえちゃんも死んでたのか。そうか、死んでたんだな、本当は。そう、いやー、これ死んでた。やるしかねえ、攻めるしかねえ。もう一回出す余裕はない。いや、12、いや、アタックとか物理しか使えないからこいつ。物理無効、みんななんで覚えてないんだよ。全員物理無効覚えようぜ。やっぱりな、危なかった。ずっとこんなのともう先が重い。5804、あ、残り3人にもあげたかったな、5800は。こんなんばっかが出てくんの。さすがにこの程度は屈しませんか。俺以外全員屈したよ、イザナミ。ならば来なさい。もっとも、無駄に苦しみが長引くだけかもしれませんがね。苦しい。二人サマリカーム使えるけど、使う余裕なんかないよな。ナオトの防御力低いのマジで不安、今後。この先生き残れる気がしない。マジ虫殺してくれ、虫。ヘラクレスオオカブトみたいな。いや、クワガタか、両方持ってるな。男の子の憧れみたいな。男の子の憧れみたいなやついるな。あ、絶対宇宙効かねえ。別にやることがない。いいね、かっこいい。かっこいい。今がチャ、了解です。覚悟しろ。よし、物理効くんだな、一応。女帝の、あ、逆位置か。危ねえ、無効化された。プラチナの甲羅、あいつ金稼げるんじゃないか、プラチナの甲羅で。次メギドラオンか。
なんか成長の可能性がないんだよな。ナオト好きだからめっちゃ使いたいんだけど、ネギドラゴンで終わりだからな。もうちょっと尖った技が欲しいよ、ナオト。ずっとこれだと気がめいるよ。変化をくれ、変化を。そろそろこの、どっかハート型の石置いといてくれ、この中のどっかに。見つけたら幸せになるハート型の石置いといてくれよ。頼む。気持ちいい。やっぱナオト連れてきて正解だったな。いや、ムドハマがね、ハマればね、ムドハマがハマればね、すげえ気持ちいいんだけどな、ナオト。ボス戦がいかんせん。でも俺はナオトを使い続ける。来た。ようやく四の辻。死の辻。不吉だな。ここまで無事に分け入ってくるとは。絶望、虚無、そして希望。外界より来るも、来たる者たちから私が選んだ三人の因子。え？俺が希望か。あて。足立がどっちだろう。絶望かな。生ためが虚無か。どっちでもありそうだな。足立あいつ何にも中身ねえから虚無かな。その中でも君は最大の素養を見せたもの。さすがにたやすくは膝を折りませんか。ならばその力私が直々に試すとしましょう。え、もう出んの？イザナミ。今の話、選んだ3人の因子って先輩と、あと生ためと足立。そんな力を持ってるなんてイザナミって一体。選ばれし者だったんだな、生ためと足立もやし。でもまあ、4の辻じゃまだ出ないだろうな。どうせまたじらしてくるだろう。で、3回で中ボスだったわけだしな。多分5回と7回にもいるよ、中ボスが。やばい、こいつは。こいつは絶対にやばい。あー、やばそうだな。かっこいい、でも。闇属性が効かない奴もいるよ。注意して。エルドラアニマル。かわいいな、そして。強い。ゴッドハンド持ってやがる。かわいいけどな。行くよ。ムドが効きそうな顔をしている。これはやばい。残り4体。これはやばいな。あ、どうしよう。敵はそう。これはいけるでしょ。いや、耐えたらでもまずいな。4匹全員耐えたらマジでやばい。あ、やばい、これは。このターンで倒さないとまずい、絶対に。全員ゴッドハンド打ってくる、4連発で。ネギドラや。エルソナ。もう SP の勝利が半端なさすなんですけど。よーし、よくやった。ペルソナ。気持ちいい。お疲れ様でした。ナオト使ってていいのやっぱこれだな。ここまで私の領域に踏み入ってなお平然としているとは。そんな平然じゃないけどね。一人は事物を正しく見る目を持たず、力に目覚めることすら叶わなかった。ほう、誰の話だ。一人は真実以外のものに己を委ね、目覚めた力を間が杖と落とした。あ、一人目が生ためか。こいつが足立。なのにこの者は、ここまで来てなお真実を求めて戦えるというのか。強い。先輩の力、イザナミ自身が与えたはずなのに、なんだか驚いてる。本当だな。人間の可能性ってやつか。先輩の力だけは予想を超えてたってことなのかな。これ与えたものを消したりはできないのかな、イザナミ自身は。はい、没収っつって、消せそうなもんだけど。なんで金じゃないんだよ、宝が。ラスなんだろ、ここ。隠しダンジョンじゃねえのかよ。しょぼいアイテムしか出ねえ。あー、やばそう。何あのハート型のやつ。標的が汚いやつがいるから注意して。エターナルイーグル。うん、これはいける。人勝てるよ。頭悪そう、この鳥。色ぼけしてそう。で、おっぱいがある、なんか。エロい。マヤさんに似てるな、なんか。どことなく。しかし、メギドラ持ち、ヘビーカウンター持ち。これはやばそうだぞ。とりあえず、マハムドン。聞いてくれ。まあまあまあ、よし。不可思議な繊維。切り裂き木馬。何を切り裂くんだろうか。77。よーし。これでサタンが作れるな。あー、来た。癒しの波動 SP。 これは助かる。よし、これどんぐらい回復するんだろうね、癒しの波動 SP。 SP が少し回復するようになった。ちょっと後で要検証だ。何ポイント回復するのか。まあどうせ5とか3とかでしょ。あ、痛そうだか。
階段来た。とりあえず6まで行って一旦戻るよね、これはね。6の辻ぐらいまで行けるかな。まだ SP、 ちえちゃんだけだもんな、 SP が枯渇したの。6の辻、なぜだ、なぜ抗うのです。私は優越のために3人を駒にしたのではない。すべては人の望みを見極めるためにしたこと。フィレモンみたいなこと言ってるな。ペルソナシリーズってやっぱそんな感じなんだろうね。シリーズ通してな、人自身がまがいものを好んで選び、人自身が真実などいらぬという。だからこそ望みを叶え、この世を霧で包み隠そうとし言うのに。確かに世の中見えないことだらけだし、見えない方が楽ってことも多いけど、それでいいと思ってる人ばっかりじゃない。あいつの言ってること全然勝手だよ。そうだな、終わらせなきゃ私たちで。リセッチが主人公みたいになってる。ダンジョンに入った時、この敵が語りかけてきた時って大体リセチが喋るから、美味しいとこ持ってってるよね、リセチね。ダンジョン内の主導権全てリセチが持ってるからな。美味しいポジション来い。おー来た、 SP 全開。これよ、これ、これが欲しかった。これいけちゃうな。じゃあまだまだ、ただセーブをしたい、セーブはしたいな。あ、またボスか。うわ、どうしよう、戻りてえ。この先にまた何かいるよ。うわー、行っちゃうか。負けるわけねえだろ、こんなとこで。死ぬわけがない。やばそう。すべては人自身が選び望んだもの。いかな素養があろうと、所詮は人の領分であること。超えることなどできはしない。それを知るのです。これ、雑魚だとな。特徴的なんだけどな。ねえ、これ、即死するんじゃないか。耐えろ、耐えろよ、マジで。危ねえ。ナオト君やばいよ、手当てしてあげて。ほぼ即死級だったぞ今。うわー、これ弱点がな。眠るテーブル強い、気をつけて。マハラギダイン、メギドラオン、マハンマオン、マハンマオンマンの敵は一体だよ、頑張れ。あ、どうしよっか。とりあえず殴りが効くのかどうか。いや、誰かこいつを頼みます。なんだこいつ、早い。デビルスマイル。あー、これ即死、特殊技じゃん。まだメシアライザー打てるから、とりあえずチャージ。来て、ペルソナ。普通にネギドラを連打されたら終わるけどな。手当てしてあげて。メシアライザーね、ペルソナ。これ恐怖をほっとくと即死コンボ打ってくるわけ。おお、でも初めて使うのメシアライザー。いいね、この SP。 どうしよう、頑張れ。聞いてくれ、やってんではないか。まあ、聞くのは聞くね。大したことねえな、メキドラオンさえ、メキドラオンさえなければ。やばいよ。いや、なめくしないでこう。ゴッドハンドや、ちゃんと仕留めよう。息を吹き返すかもしれない、するとき頭を。よし、さあ、次に靴跡欲しいのは誰。いや、7300レベルアップしたかよ。まあでも大体みんな完成しちゃったから面白みはないな。まあ、あとはステータスは上がってほしいけど。魔力がやばいな、ユッキーの魔力の伸び。尖ってほしいよね、ちえちゃん。もっと力に尖ってほしかったんだけど なんか変に運とか上げちゃうから、この子。あんな気に包まれた世界なんて先輩も私たちも誰も望んでない。七子ちゃんだって堂島さんだってきっとそう思ってる。あんな奴の好きにさせないんだから。そうでしょ先輩。リセチ本当ヒロインになっちゃって、最後にそうでしょ先輩って言っとけば許されるみたいな。この体力ではごめんな、直してあげるから。よし、危ねえ。ちょっともうちょい剣の振るスピード速くならんのか。こんだけ今まで散々剣を振ったんだから、そろそろ鍛えられてんじゃないか腕が。よっしゃ、金の宝マジで装備くれ、装備装備。ああ、宝玉、まあ、宝玉も大事だけども。ああ来た、七の辻行ったら戻ろう。愚かな、どの道真実など知ったとて人は幸せにはならない。ならば真実から目を背けずとも、もとより何もない世界に返すのが人のため。うん、あるのはただ深い霧とうごめく影だけ。永遠に続く静寂という平穏、すべては人自身が選び望んだこと。私はそれに従うまでだ。
深い霧とうごめく影だけって結局世の中めちゃくちゃにするってこと。なんかシャドウだらけになるってことだよな。テレビの中の世界みたいに。めっちゃ腹鳴った。今休日の昼下がりにやってるからな。どんな途方もない相手か今はわからないけど、イザナミがやろうとしてること、私たちが止めるしかないよ。リセチーがさっきからずっとかっこいいこと言ってくれる。でも SP まだまだ余裕あるからな。でも一回セーブに戻ろう。さすがに中ボス倒したわけだしな。中ボスというか小ボスというか、まあ帰れるもいっぱいあるわけだし。あ、素材結構溜まってるよ。なんで俺今下から行ったんだ。なぜ俺今下から行った。帰れるに向かって。帰れるどこだよ。めちゃくちゃ上じゃねえか、帰れる。なぜ下から行った。じゃ、サタンね。メギドラン、マハラギダイン、ハイグローブ、釣り向こう、コンセントレート、9マ。9マすぐ消えるだろうけど。コミランク10。審判なんだよな。これやっぱ審判が、一周目でね、審判マックスになってどこで使うんだよって言ってましたけど。それは裏ダンジョンがあるってわけですな。でかい。いや、これでレベル77なんだよな。我を呼ぶのは誰ぞ。まだ上がいるわけだな。己の闇に目を背けぬその強さ、気に入ったぞ小僧。我はサタン、しばらくは小僧に力を貸すとしよう。いや、このデザインやっぱいいよな。でけえ。 3D のバージョン初めて見たかな、サタン。もうはみ出してるもんね、完全に。で、大中速シーン、大気候ね。毎ターン HP、SP が回復するわけだ。光からの大生還。光からの大生還か。まあ、ちょっとね、耐性に関しては、満足してるわけではないが、ハマケースキルを着た際に必ず HP 値で生き残る。光向こうとかね、あればよかったけど、まあでもね、言うてサタン、ボス戦で活躍してくれたらいいんで、別に光からの大生還、いらんっちゃいらんのだよな。まあ、でもキューマがいらんか。キューマ消そう。キューマ他で代用できる。漆黒の蛇、それ欲しいよ。来た。漆黒の蛇、これはオリジナル技だろ。固有技、サタンの。漆黒の蛇。敵一体に属性虫で特大ダメージ、絶対に強い。ある種、メギドラゴンいらねえかな。大中促進、大気候、あ、大気候7回復か。これでかいな。第一位いらんか。どうせ毎回メディアラハン打つし。ほぼ毎ターンメディアラハン打つしな。第一位促進いらんだろう。光からの大生還、第一位促進。この二つが、どっち。光からの大生還の方がいらんか。どっちかっつったら。まだ回復しできるのはできたい。で、疾風向こうね。はいはいはい。あ、そこまでいかないか。まだハイグローあるしね。よし。おー、魔力伸びた。これはいい。魔力68か。で、疾風向こうまでハイグロで覚えてくれたら完璧と。これはいいサタンだな。じゃあ、いよいよ交流が作れるっていうね。白骨作、清流、玄武で交流と。久々の四神合体だね。良太郎の魂ってわけだ。おー。まあ、見慣れた姿だけどやっぱかっこいいな。我を呼ぶのは誰ぞ。サタンと被ってるセリフが、強き光を宿す気高き人の声、何時に加護を与えよう。我は交流、何時の心に寄り添うもの。いいんじゃないか。あ、ちょっとしか動いて、ちょっとしか動いてくれない。もっとダイナミックに動くかと思ったら、首とヒゲしか動かしてくれないんだ。なんかライドの時とは大違いだな。全然動かなくなっちまったな、お前。あれ、覚える技は強かろうて。力と魔力は両方上がるんだね。そしてコンセントレート。どうしようかな。マハジオンガはいらないな。で、電撃ハイブースターね。電撃ハイブースター。ベロンザッパーいらんか。魔術の素養、いいじゃん。魔術の素養ね。
あ、そこまで上がんないか。81止まり。タイか。タイと運か。力と間だったらな。よかったのに。魔術、魔術の素養のさらに、もう一個隠してるのか。ちょっと育ててあげたい気もするかな。魔術の素養までな、上がってくれてたらもっと使い勝手いいんだけど。まあ、しょうがない。よし。あ、コンセントレートね。魔力めっちゃ伸びるな、オーリン。いいぞ、これ最後までいけるな。コンセントレートね、どうしようかな。利権ランプいらんか。大治癒いらんか。ちょっと待って、ステータスが見れねえ。ステータスが。力あったっけ、オーリン。まあ、利権ランプいらねえよな。いや、大治癒促進がいらねえわ。そういう話をしていた気がする。これはそう。万物ルテン、何それ。万物ルテン絶対強いじゃん。オーディンのあれじゃん。専用技だろうな、きっと。あ、階段か。いや、7の辻ちょっと、何にもなさすぎたな。レベルが上がらん。怖いぞ、これ。10の辻まで行ったところで、挑めんのかな、果たして。マーガレットに。あくまで抗うことをやめないのですね。そればっかりだな、イザナミ。ならば私も全力で、人の世のために戦いましょう。君らは多くの、他の多くの人々の望みに反した存在。確かに驚くべき素養だが、例外に過ぎない。そうな、他のみんなは見て見ぬふりして静かに、静かに暮らしたいみたいな。さあ、私のいる場所はそこからもうマジか。来なさい。あいつの言った通り、少し先からすごい反応を感じる。本当の本当に最後の戦い、気を抜かないね、先輩。リセチーがすごい反応を感じてる。来た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 、これこれ。装備くれ。お、来た。ソニチョウの、何て読んだこれ。ソニチョウのミコロモかな。ソニチョウって何？ソニドリ。ソニチョウってなんだ？ミコロモ。女子用かな？男用か。ソニチョウ、おお、めっちゃ強い。SP100 アップ、でかい。カワセミの羽のように青い、大国の死の神が脱ぎ捨てた衣。へぇ、防御力も上がるし、SP100 アップ。アメムシャの鎧なんだっけ？状態異常気絶耐性か。いやー、SP100 アップでしょ。ただこれは、マックスにはなってないわけね。隙間が増えただけな。そうか、アメムシャの鎧もったいねえな、でも。女子しかいねえから。女子しかいないからな。いや、そうか、ソニドリの衣。でもいい、装備引いたね。一回これ回復しに戻れば、かなり持つぞ、ボス戦も。どうしても SP 問題が付きまとうからな。やべ、あっさりだな。次、9の辻でしょ。ああ、え、もうたどり着いちゃった。綺麗な場所やね。し、とりあえずセーブだ。レベル足りないんだけどな。レベル上げする？マーガレットにだって挑んでから全然上がってねえぞ、レベル。レベル2ぐらいしか上がってないけどな。なんか戦略でいけるかな、マーガレット。レベル上げちょっと、めんどくせえ。戦略でいけるかな。一回行ってみるか。78だもんね。25。どうした、お前。痩せ細ってそんなに。行くだけ行ってみっか。どうしよう、前回と全く変わってない。俺がなんかちょっと上等な衣を着ただけっていう。装備、戻れんのかな？およ？あ、戻れる！え、戻っていいのこれ。次の日にならない？クマ。戻れ、あ、店にだけ行けるんだ。え、これ昔から違うよな。昔はテレビ出たら終わりだったよな。どうしよう、ちょ、行くか、二人なら。わ、行ける。普通にワープしてきた。なぜダイダラの親父のテレビから出てきたのかな。ニョキっつって。ここだけテレビ繋がってんのかよ。あ、どうしよう、とりあえずさ、新世界の、あれが、素材があるから。あ、なんか2個ずつとかぐらいしかない。10個あるやついるか。なんか装備をさ、開発してほしいんだよ、親父には。国士の皮。なになに？裁きの軍か。
器か、防具が欲しいな。10個ぐらいないとこいつ作ってくんないよね、確かね。おそらく。お、巨大歯車がある。これも10個。なんか開発してくれ。お、ジーザスミラー、漢字の武器か。いらねえ。あ、素材がないな。やっぱさばきの軍歌かな。処刑人の靴、これでどうやって処刑、処刑人が履いてた靴であって別に処刑人がかかと落としをしたわけではないのかな。さばきの軍歌、まあ、金はあるし買っとくか。見た目も変わるだろうしな。よし、これは強い。売ろう。まあ、やっぱりいまいちだよね。なるほど、ちょっと素材、どうせレベル上げるんだったら素材また持ってきてまとめて売りゃいいのか。でだいぶ強化できるはずだ。どうしようかな、一回マーガレット挑戦してみようかな。現時点であの戦略出してくる順番を知った上でどこまで戦えるか。でもメギドラオン防御してダメだったわけだしな。ランダマイザー打ってマハラクガジャを打てば耐えれるのかみたいな。いや、どうせ第二形態とかでやられんだろうな。しかもランダマイザーもマハラクガジャも俺が両方とも打たなきゃいけないし大変すぎる。よし、多分無理だけど一回やってみよう。とりあえずまずはランダマイザーから。とりあえずさっきのあのパターン、あの炎、氷、雷、風、コンセントレート、メギドラオンのパターンだけメモってきたから、これはおそらくね固定パターンだと思うんだよ。これをうまいことね、こなせれば最後のコンセントレート、メギドラオンに合わせてあのランダマイザーとマハラクカジャを合わせられればいけんじゃねえのかっていう算段ね。 SP も増えたからな。あれ増えてる、390しなくしかね、そんな少なかったっけ。削れるから、ペルソナまだだろうな、はい、あ、クリティカル、ユキコ先輩、あ、タロットカード殴ってんだ、強えな。いやでも計算しないといけないな、それがちょっと大変だな。ペルソナちょっとしか食らってないけど、はい、ちゃダメ、あ、もう来た、メルトダウン、早っ、一発入れたらもう来んのね。と、うわ、全員よけた、いいね、ペルソナ使ってくる、全員よけたぞ今、いけるわ。で次はニブルヘイム打ってくるから、ニブルヘイムだから氷結無効にしておきたいってわけだな。でさ、これさ、相手にペルソナ使っていくってことは付け替えていくってことだから弱点つけんじゃねえの。アタック、え、あ、でもメルトダウン打ってくるときにディープリード別に物理吸収じゃなかったよな、氷結だからな。あー、やばい、切れたね。このタイミングに切れたってことは呼吸とスペイン、え、違うだろお前、ニブルヘイムじゃねえのかよ、全体か、危ねえ。ナオト食いしばった。ナオトもガードしなきゃダメか。なるほど、全体のパターンもあるのね。で次は電気を打ってくる、で電気の全体を打ってくるかもしれないってことか。次のターン、ちょっと待ってくれよ、間に合わねえな、ラクカジャとランダマイザー同時って。次のターン今回電気打ってきてランダマイザーして、次風打ってきてマハラクカジャでいいのか。でコンセントレートするからみんなガードしてメイドラオンかだよな。このターンは雷食らう、次でランダマイザー、風食らう、マハラクカジャか。このターンはもう頑張るしかない、試してみよう。どうだ、あー、ミス、タイムしかないよね。ペルソナ頑張ってよけろ、みんな L 字ハードの全体か、奥に倒して死ぬよね。これを今後何ターンかダメージを与えたくないと、ちょっとこれはやばい。真空破壊耐えてくれ、イケメンだな、イケメンばっかりじゃないかよ。よしよくよくだ、ナオト置いていこう。クマ育てた時はよかったな、クマだったらマハラクカジャ覚えたよね確かね。ナオト生き返らせてもよかったかも。リアラハン、はい、ガードできるのかどうかだよ。オベロン、そうか、オベロンもイケメン枠になるんだな。ガード、俺死んだらもう諦めてレベル上げるから。てかもう、むしろもう諦めかけてるけど、現時点で。ナオトがついてこれねえよ。頼む。生き延びろ。あ、耐えるね、さすがに。
さい。ガードして、嘘だ、はい、あー戻ったか、戻ったか、やばい、受けなさい、メルトダウンね。ランダマイザー打つタイミング難しいな。よしよしよし、この3ターンをこれでしのがないといけない。受けなさい、呼吸とスペイン、これは単体か、あ全体か。よしよしよし、多少与えていかないとな。全員避けろ、死ななきゃ大丈夫、はい、見ていなさい、Lジハード全体で、ね、全体に打ってくんだな。いけるいける、このターンであれやっけ、切れるんだっけ、ランダマイザーが。いやいいねいいねいいよ。あ、これどうする、一斉攻撃した方がいい、めっちゃ土下座してるマーガレットが。一斉にやってみるか、一回効かなそうな気するけどな。どんなもんだ、もう一回ゴッドハンドの方が良かったかもしれんけど、あーまあ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 、そんなもんか。もう一回ゴッドハンドの方が良さそうかな次。いやでもチャージしてないからな。まあいいか、多分ボコスカやった方がいいかもしれない。ごめん、今のうちに言っておく、気遣う心は捨てなさい。やべえ、パターン変わるのか、こっから殺す気で挑むこと。手加減は侮辱よ、殺意が高すぎる。マーガレットの殺さないでくれ、シンクアか。よしよし、パターンは変わってない。避けて避けて避けて、よしよしよし、耐えた耐えた。あーか、ここはコンセントレートだよな。あここで切れるわけね。これはいかん、これはいかんな。でもさ、ガードちょっと苦肉の策を使うしかない。知恵ちゃん、知恵ちゃんでタルンダを打てればこれしかない。知恵ちゃんを犠牲にタルンダを打つ。これはタルンダ、タルンダ、まあ、ないのか、タルンダのアイテムって。ないわ、タルンダのアイテムないのか。命中あげる、とりあえず避けることを祈るか、命中あげて。あーでもそうか、意味ね、ガードしてるから耐えろ、耐えるしかねえ。いやもう無理だわ、計算ミスだったんで完全に。あ、耐えるじゃん、知恵先輩ったら。あ、え、耐えるのランダムアイザー切れててもマハラクカジャの方が強いのか。まあ普通にガードしときゃよかった、ちえちゃん。マジかよ、ハンゴンクを使って、ここしかないだろアイテム使うとこなんて。でちえちゃんはガード C のメルトダウン、よしよし、これはまず大丈夫。よし、あよし、呼吸とスペイン、順番決まってるのはまあ楽ちゃうか。よし、確実に削って、チャージしてる、ゴッドハンド、結構来てるじゃん、ほら削れてる削れてる。よいしょ、561、いいね。ここは避けるしかないぞ、 L 字ハード。オークリーンじゃない、そんなに怖くないじゃん。よしよしよし、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、心配しなさんな。出ちゃったよって、うまく回ってる。一瞬じゃね、耐えろよ、死ななきゃ何でもなるから。よし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 、クリティカル来い、当てろクリスタル。はい、見ていなさい、オベロンね。でここは落下状が効いていればガードでいけると。ミドラオン、死なないでくれ、頼む。よしよしよし、耐えれるわ本当に。いや落下状のタイミングさえ間違えなければ死なないってことだ。あーどう、パターンがいつ変わるのかが怖い、ほんとそれだけ。いつ本気出すのからな、絶対発動タイムあるよな。先にじゃあユッキーに使おう、ソウルフード。ありがとう、よしよしよ、見て、呼吸とスペイン、やべ緊張するわ、吸収これで回復するから。よしよしよし、次で多分切れるかな、はい、切れなさい、Lジハード、よしよし、これは大丈夫、これそんな強くない、まあまあ楽か。じゃあで回復かな、はい、伝えたな、ちえちゃん、よしよしよし、いいだな。あ、やばい、これやばいんじゃない、コンセントレートを吹っ飛ばしてなんかやってくんじゃないの。悪く思わないで、かっこいい、あなたを倒したくなってきた、かっこいいカメラワーク。
見ていません。明けの明星ルシファーとかやめろ、殺すな、殺さないでくれ、耐えろ、あぶね、あそんな強くない、パターンが変わっちまった、ついに効かなくなったぞ今までのパターンが。だからもう常にかけとかなきゃいけないな。そしたらなんとかマハラックじゃ、つい上先生ありがたい、戦えるな、はい、まあ SP 勝利が激しい、ギアランお前ふざけんな、はぁ、おい一生終わらねえぞこの戦、一生楽しめるな、マーガレットと。これでいきなり氷結とか来たらどうしよう、撃たれちゃったら攻めるしかないよ、ここでサマリカン、ナオト参加してくれ、アタック、あ戻ってる最初のパターンに、くらわなかったらやばい、半分になってるもん、あ強くなってんじゃん、何なんですかこいつ、下がってんのにそれ、あ物理耐性になってる、で全部耐性ついてやがるこいつ、マジかよ、今持たねえなこれ、あクリッ、やばいか、次100アップしてたな、今8つぐらい入ってきて、まだチャージ、よしよし、それ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 、これはやろう、はい分かりました、100ぐらい食らうでしょこれで、ちょっとな、どうせ敵もあれだな、弱点ないしな、157いいね、いるか、はい、ってるんだったら、あ来た来た、え左コンセントレート、さっきの続きから始めるのもしかして、やべえマハラクカジャ撃ってね、撃ってるか、マハラクカジャ、ちょっと待ってくれ、あ物理無効は、アルダーが物理無効なのかな、あ強いし物理も効かないんだ、全部無効じゃんっていうか、あのテルサナ付け替えることによってやっぱ変わってんだな属性は、でアナライズで一応見れんだね、あないんだよな、あそうだ、ナオトを犠牲にして、ナオトを生贄に味方全体の防御を上げれば、きたきた、混合シールド3つもある、味方全体の防御、ナオトすまねえ、人柱になってくれ、ナオトを生贄に召喚して、ガードガードだ、ピンドロンか、よし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 、これなんとかごまかせる、よしよし、ナオトナオトすまれ、ウソップさん、あ戻ったわやっぱり、じゃこれまたしばらく繰り返すわけだ、よしそれいけるな、このパターンの時はナオトいない方がうまく回る可能性がある、呼吸とスペイン、よし吸収もしていく、物理で押した方が早い、あ違う間違えた、マハマハラクカジャするんだった、何普通にやってんだお前、間違えちまった普通に、違うな、いや大丈夫か、次のターンだ、次のターンでいいのか、よし、はい、LG ハード、これ大丈夫でしょう、ちえちゃんももうやばいな、マハラクカジャ、ちえちゃんメインや、はい、行くは、はい、よし耐える、結局物理だな、コンセントレート、よし全員ガード、メギドラン、どうする、またギアラハンやってきたら、よしよしよし、めちゃくちゃ腹減った、 SP が絶対的に足りん、メルトダウンね、よしよし、これを繰り返してとりあえずまた半分まではいけるだろうな、SP をちょっと見ていますね、呼吸とスペイン、これ回復できるか、よしよし、大丈夫か、ランダムで次切れそうだな、よしよし大丈夫だ、エルジハードか、耐えるパターンがだいぶ身についてきたな、マハラクカジャ、その SP ないな、あと10回ぐらいチャージできる、クカジャに効いてるから真空はもう耐えれる、頼むぞお前、あぶっ殴れ稼ごう、コンセントレート、ね、
さっきの半分でパターン変わったというか、今日のめっちゃ疲れてきた。死にそう。これは耐えるね。よし。でもこれ毎回ランダムライト打つ、ここで打つとトランペッター死にかけるんだよな、毎回。で、メディアラハンド。メルトダウン。エネルギーはそろそろ欲しいな。コンセントレートしていて、でもスピン。受けなさい。呼吸とスペインね。ちーちゃんもな、氷結吸収ぐらいしてくれりゃいいんだな。このタイミングでマハラスカジャを打つ。これがな、どうしようかな。エルジハード。これ耐えれる。よし。ユッキーも、ミサキも、どっちが、もっと、見て、真空波。耐える。殴る。クーフリン、乱数によっては、ユッキーし、あれ？あ、間違えた。あ、間違えたわ。あ、もうダメだ、今日。今日もダメですね。やつ、長丁場すぎて、1時間やってんだけど。疲れてんだよ、こっちも。ダンジョン、長いダンジョン抜けた後にこんなやらされて。あー、ダメだ、もうダメだ。まあ、どうせ無理だったな。SP 的に。アイテム不足だったな。でも、レベル78でこれ検討した方でしょ。いけそうな感じしたじゃん。レベル78で。80ぐらいまで行こうや。ちょっと声も借りてきたしな。80ぐらいまでちょっと上げて、で、しかも装備がさ、アイテムが作れるようになったら素材が集まれば、多少は強化できるだろうし。もうちょろっとレベル上げてこよう。そうしよう。